こんにちはれいせんです。今日は3月19日土曜日になります。実験生活1434日目。大体海苔と夏目と豆乳で生活実験36日目です。天気は晴れ。現在時刻は午前、正午12時13分ですね。結構時間経っちゃった。で、今日は昨日買ってきたガンモとか生揚げとかですね。 があるもんでまあそれ食べてあと海苔と夏目も少しだけ取る予定ですまあちょっとどのぐらい取るか分かんないけど50個以下にはしたいなと思っていますでそれとあと豆乳ですね豆乳は2キロですでちょっとあの水をね水をあのメープルレモン水ですねあれを今後ちょっと使っていこうと思うんであれを使うことによって夏目の量を減らすっていうね <laughs> うんまあそういう風にちょっとしていこうかなと思っていますで今週だね今週は夏目の量をとにかく減らすですね減らすまあ今のところ分かったのは80個が上限で80個を超えるともうちょっと胸にね胸に、ね、んかずんとしたあーなんか重さとか息苦しさとか痛みとか出てくるんだけど心臓じゃないよ心臓の方じゃんというかね胸全体のね全体右の方もそうだから右の方にも出てくるんで。 うん、そういうのがまああるもんで夏目はね80個以上は絶対取っちゃダメっていうのは分かったんだけど、うん、その80個よりももっとね落としていったら減らしていったらねどうなのかっていうそういう実験をね今週やっていこうと思っていますで70個とか60個とかでねやるまあのりは15枚でまあとりあえず確定でいいかなと思ってるんだけどうんまあのりは増やさん方がいいよな、うん、であと夏目 ですね、夏目はまあ8軸以下豆乳2キロまあこの辺はまあかね確定というか、うんまあ、そんな感じでメープルレモン水をちょっとね加えてで夏目を減らしていくっていう実験ですね今週はやっていく予定ですこれだけかなそしたら始めていきますで今日取るものとしてはまず豆乳ですねこれ2キロ2袋ってことですね2袋 と、あと、昨日買った、これミニガンも、一ク8個入りってやつだね。と、絹生揚げ。焼き豆腐。うん、これ、初めてだよね。原材料名、大豆、去国産。植物油、磯、マルト、オリオ糖シラップ、食塩。 で添加物が凝固剤にがりですね。あと植物レシチンってところです。内容量は 200g ですね。2 0 0ム。お豆腐工房、石川さんですね。この絹生揚げ、もう大豆と植物油。で、添加物にがりで。で、内容量は1枚ですね。これも同じく石川。これは前買ってるからいいよね。肉、う、厚、ん、油揚げ。あと、海苔ですね。海苔 まあ15枚一応取る予定です。これ実験なんでね。髪の毛、特に髪の毛、実験なんで。確実に15枚は取るっていうね。<laughs> まあ確実じゃなくてもいいんだけど。なるべくね、なるべくきちんと取るっていう。あと夏目ですね。夏目はまあ50個ぐらいで予定しています。50個も取らんかもしれんけどね。こんだけあるからな。 な感じですそしたら、まあ、この辺からの順番にね、一応今日中に全部取っちゃうよって、まあ明日からはなしでやっていきたいもんで、まあ、今日中に取っちゃいたいなってとこです、うん。それと、まあ、こ、あの、これね。これね。うん、これが、あのなんだ、ココナッツミルク。<laughs> ココナッツミルク。 うん、これもちょっとだけねちょっとだけ取る予定ですそんなところですね、うん、でこの辺につけるのはケチャップまだあとわずかわずかあるケチャップとすき焼きのたれですねすき焼きのたれこの辺で取る予定です、うん、メープルレモン水は今日ちょっと取るか分かんないかな欲しかったら取るみたいな そしたら始めていきます。 えー、今日の結果報告です。今日は3月19日土曜日ですね。実験生活1434日目。大体ノリと夏目と豆乳で生活実験36日目です。今日は、ちょっとタイトル通りにはいかない感じだけど。天気晴れ、睡眠時間7時間。えー、前日午後10時から今日の朝5時までの7時間です。 ジョギング 5kg。で、ウエイトトレーニングはなしです。で、あと飲食ですね。飲んだものが豆乳 2kg と水900、900ミリ。プラス固形物の方が星海り5枚、夏目30個、ミニガンも1泊8個入り、焼き豆腐 200g、肉厚油揚げ1泊2枚入り、絹生揚げ1枚ってところです。なんで、 まあ昨日買ったやつを全部今日は食べきったってとこですねそんなにお腹入んなかったけど <laughs> もう割と無理やり食べたって感じです <laughs> で尿回数6回出てて濃さ平均的薄め量は平均的な量でした平均的な濃さはまあ朝ですね朝最初に出た尿っていうかだけ1回だけですね 大便が一回出ています。夕方前ですね。で、色黒色。もうほぼ黒って感じでしたね。<laughs> ヘドロっていうよりもほぼ黒って感じでした。チューブとバナナ状80センチ。プラス、細バナナ状20センチ。柔らかめで匂いはわずかにありってところです。匂いなんか少なかった。すっごい少なかった。なんでこれ。なんでこれ少ないんだろうっていうぐらいね。 うん、量は結構出たね <laughs> まあ昨日しっかり食べたよな、うん、だからだと思うけどでおならたまにありで匂いはそこそこ臭いってところですまあ、うん、ずっとそこそこ臭いわけじゃなかったけどあんまり匂いがない時もあったけどまあそこそこある時もあったってところですね、うん やっぱあの、いつもの夏目をね、80個とか食べてる時に比べると、圧倒的におならは少ないし、匂いもまあ、そんなにきつくないってのかな。で、今日の気づき。まあ別に気づきっていう気づきはないけど、髪の毛はね、もうだいぶ柔らかいんで、うん、なんで、老化し、廊だな、これ。廊下に傾いてる感じですね。 まあ、お腹やっぱ膨らませるとダメだなっていう、うん、そんなところですでまあ今日がんもと豆腐焼き豆腐だねと油揚げと生揚げ取ってるんだけどやっぱ大豆加工食品取るとお腹が割とすぐねいっぱいになるっていうか膨れちゃってうんで海苔とかナツメとかが入んないんだよね、うん 購入はね、まあ、美味しいっていうのもあって 2kg は割と簡単になくなるんだわ、うん、だけど、うんうん、やっぱその大豆加工食品ですねガンもや生揚げとかこの辺は取らない方がいいな、うん、若返りにはマイナスっていうかな明らかにマイナスだと思うこれた けど、夏目の取りすぎで、まあ胸のあたりがちょっとね、うん、まあ、あの、しんどくなってきてる時かな、うん。そういう時は、まあ一時的にね、夏目を減らすためにね、他のものを取るっていうところで、まあこういうね、大豆加工食品もありかなっていうね。まあそんな感じです。で、まあ買ってきたやつは全部食べきったもんで、明日からは、 また、海苔と夏目と豆乳ですね。と、あとまあ、ココナッツミルクもほんの少しだけ取るけど。あ、それで、ちょっと今後、まあ来週かな。来週、あ、来週っていうか、うん、来週でいいか。来週は、あの、メープルレモン水ですね。あれをちょっと使ってみようかなって。結局、その夏目をね、パクパク食べちゃうんだよね。 うん、その時に、口寂しい時に、まあ、夏目を食べるんじゃなくって、メープルレモン水で落ち着かせるっていうね。うん、そういう形を取りたいんでね。うん、まあ、そんな感じで、えー、やっていこうと思っています、うん。そんだけですね、うん。やっぱね、海苔と夏目と豆乳が超優秀だなと思った。<laughs> やっぱり超優秀だわ。 で、こんだけ取ってるもんで、大豆加工食品今日。おそらくね、また明日の朝は寝起きあんまり良くないんじゃないかなって思ってます。寝起き良くないし、あと柔軟やっても体が割と硬いんじゃないかなっ、うんま、体重も結構増えちゃってんじゃないかな。体重と体脂肪ですもんね。というところです、うん。まあ、そういう日があってもいいし、うん、ここのところ夏目の取り過ぎだったんでね。うん まあ、いいでしょう、うん。夏目をたくさん食べちゃうよりは、まあ、ずっといいかなと思うんで。うん、で、まあ、80個以上は今後は取らないっていうね。絶対取らないようにするっていう。うん、で、夏目の量もまあ減らしていくっていう。段階的にね。とりあえず、まあ、70、75個だな。<laughs> 75個とりあえず目指そうかな。 なんかいきなり70とかだとハードル高そうな気がするんで <laughs> 75個でメープルレモン水もまあちょっと取るみたいな休みの日はねいっぱ杯取っちゃうんだよね夏目うんだもんで休みこそはメープルレモン水でねや,やろうかなって思ってるところですでもうレモン果汁がもうないんだよねあとこんだけなんで1回分ぐらいしかないんであとメープル メープルは、まだちょっとあるかな。うんで、まあ、回買い出しにね、買い出しに行ってこようかな。メープルレモン水用に、まあ、レモン果汁ですね。広島レモンですね。うん、あれがやっぱ一番美味しいもんで。うん、値段ちょっと高いけどな。うん、の予定です、うん。そんな感じかな。そんだけですね。 今日は別に気づきっていう気づきはない。ただ胸のなんか圧迫感とか息苦しさとか、あの、夏目食べた時に出てきたような症状は今日はなかったもんで、やっぱ夏目だな。あれ、間違いなく夏目だな、うん。そんだけですね。もうちょっと眠くなってきたんでね。まあ、10時半には寝たいんで、もう歯磨いてすぐ寝ようかなと思ってます。22時22分ですね。で、まあ、できたらね、できたら、あの、明日のね、明日と明後日 土日月と仕事休みなんで、うん、休みの日はもう毎日ね、ジョギング行きたいなと思ってるところです。行きたいな希望ですね。希望。あくまで希望。明日の朝、行く気がなかったら、行く気にならなかったら行かないけど。うん、一応ジョギングしたいなと思ってるところです。まあ、夏目の取り過ぎだったらその栄養方にもいいと思うし、 うん、やっぱね、運動は今後ちょっと続けて体作っていきたいんでね、ジムなんかもね、行きたいし、うん、って思ってるんで、まあ、まずはジョギングですね、うん、の予定です。そんだけかな。で、今日は編集作業ね、あんまやれんくって、うん、30分ぐらいしか、うん、仕上がってない。<laughs> 30分ぐらいしか仕上がってないんだ。 で、今回ちょっと長かったんだよ。3時間半あったね。3時間40分。最初に。編集する前のね、状態の送料が3時間40分間だったんで。まあ、そっからカットしていくんで、3時間ぐらいにはなるかなと思うんだけど。3時間、3時間ちょっと出るかなって。そのぐらいじゃないかな。長いんだよ、今回。 一応まあ日曜日中にできたら終わらせたいけどもしかしたらね日曜日終わらんくってもしかしたらっていうか高確率で日曜日終わらんくってまあ月曜日までかかっちゃうんじゃないかなっていうところですね編集は明日どのぐらいできるかだけどうんあとねこの首の首の下あたりにねちょっとなんかできものが一つできてんだよね これ分かんない何が原因か分かんないんだけどまあダニとかかなダニに刺されたとかかなうんちょっと分かんないけどねまあ食事とは関係ないんじゃないかなと思ってるとこです今日はちょっとねまあ若返りの実験になんなかったけどね明日からはまたああねきっちりとね海苔と夏目と豆乳でやっていくんでね そんな感じです。うん。そしたら、おやすみなさい。え、おはようございます。今日6時に起きて、まあ最初起きたの3時半ぐらいだったんだけど、3時半の状態で、まあそう眠たくもなかったんだけど、まあ早く起きる必要もないかなっていうので、<laughs> うん、で、布団に入ったら6時ですね。うん、なん5時にも1回起きたんだけどね。で、そっから、シャワー、あ、柔軟やって、シャワー浴びて、で、髪棚やって、で、マッサージだね。マッサージやって、で、瞑想。さっき瞑想してたとこです。で今は8時ですね。うん、今日日曜日です。で、今日からは、まあ、あの、 とと夏目と豆乳です、ね、もう他のものはとにかく極力取らないって形でで豆腐お豆腐工房石川さんの豆蔵豆乳ですね 1kg を、まあ、日中ですねで夜も 1kg まあ1日 2kg ですね今日も取っていくあとのりね黒のりを朝昼晩5枚ずつ計15枚で夏目ですね夏目を まあ一番いいのは60個かもしれないんで、朝昼晩20個ずつで計60個ですね。まあちょっとどうなるかわかんないけど、まあ60個超えないように取ろうかなと思ってます。うんまあ、どうしても厳しかったら75個。うんはあ、80はなるべく行きたくないってとこですね。まあそんな感じで20、20、20で。 仕事によってはさ10時と3時の休憩に夏目とか食べてられないっていうケースがあると思うんでなので朝昼晩の普通の食事のタイミングで撮るっていうねまあそういう実験にしていく必要があるんじゃないかなっていうのもあるんでまあ休みの日は別にいいけどさ今後なるべく朝昼晩で20個ずつ撮るみたいな形でやっていきたいところです、ね。 で、あと、ココナッツミルクですね。こ,これも、まあ、朝昼晩ですね。朝昼晩で、まあ、小さじ一杯、小さじ、小さじ一杯は多すぎだな。<laughs> ティースプーン一杯ですね。ティースプーン一杯ほど取るっていう。うん、そういう形でちょっと実験してみようと思っています。そんだけですね。うん。今日なんかね、寝起き、 ちょっと風邪っぽい症状がちょっとあるんで、少しあるっていうか。うん、頭が重くって、なんか寒気が出そうな感じっていうのかな。体が微妙にだるくって。あら、れだもんで、まあ、ジョギングやめたんだけど、今日は。あまあ、ゆっくりしつつ、あとは動画の編集ですね、編集。あと、買い出しで、あの、レモン果汁だね。広島レモンあ,、まあ買ってくる必要があるもんで。 あ、そうそうう、広島レモンまあレモン果汁もねあの今日作るかもしれないんでこれとメープルシロップですねこれをまあ使うおそらく使うということです、うんまあ、その辺でやっていきます海苔はいつも通りすき焼きのたれですねでまあ取っていくっていうそ、うん、したらまあこの辺からね順番に食べていきます え今日の結果報告です。今9時半ですね。3月20日日曜日、実験生活1435日目。だいたいのりと夏目と豆乳で生活実験37日目です。天気晴れ、睡眠時間は9時間。これまあたいですけどねえ。午後、昨日のですね、昨日の夜、午後11時から9時 今今日のの朝時時までの7時間あと日中になんか少しだけなんか寝ちゃったところがあったと思うんでそれを一応1時間としてで夜にもうさっきだねさっきちょっと寝ちゃった気がしたんでまあ1時間適当だけどねすごい適当だけどで合わせて9時間ってところです。 横になってるだけっていう時間が結構長かったんで完全に熟睡してる時間はまあそんなに長くなかったはずですジョギングなしウェイトトレーニングなしですあと飲食ですね飲んだものが豆乳 2kg あと水3 0 0今日は水はあのメープルレモン水1杯だけですね 呼吸物が星のり15枚、夏目60個、ココナッツミルク3杯、3杯はティースプーン3杯ですね。ってところです。朝はティースプーン1杯取って、昼にも1杯取って、夜にも1杯取ってるといところです。尿回数6回出てて、濃さ薄め、量は平均的な量でした。大便が1回出てます。お昼頃ですね。色、深緑色、チューブと5 0ンチ、ソフトクリーム状で150ミリくらい。 いやいや、柔らかめで、匂いは少しありってところです。もうね、色がなんかいつものヘドロ色じゃないんだよ。黒でもないんだよ。なの深緑色、まさに深緑って感じだったね。うん。なんで、昨日の、まあ、ミニガンモとか焼き豆腐とか、油揚げとか、絹生揚げ。まあ、この辺が影響してるんだろうなと思うけど。 すっごい深みどれだった。で、匂いはなんかあんまなかったね。うん、少なかったってとこです。で、おならはたまにありで、匂いは結構臭いってところですね。うん、今日おなら少なかったですね。で、今日の気づき、まあ別に気づきっていうほど気づきないんだけど、今日なんかね、風邪ひいたっぽいんだわ。なんか風の症状がずっとあってね、頭がなんか重い。 いいし痛,い痛いっていうか痛いっていうほど痛いわけでもないんだけど、うん、ちょっと痛いみたいな感じですねで寒気けとか、うん、風邪の時の症状丸ごとって感じですね、うん、ん久しぶりにっていう、うん、この間もなんか風邪っぽい症状があったんだけど仕事中にあれとはなんか違うんだよね、うん 風っぽいんだけどあれはなんか風っぽくなかったっていうのかな <laughs> うん説明が難しいんだけどさでも今日のはねもうま,まさしく風って感じだったね風そのままって感じだったね俺、うん、だもんで、うん、調子悪くってなんで、まあ、最初の方ちょっとだけ編集作業やれたんだけどもう途中からはもう全然できにくて で本も読みたかったけど、まあ、結局読めなかったってとこですね今日はほとんど何もできんかったっ、うんまあ、ちょっとだけちょっとだけ編集やったっていうぐらいですね、うん、すごいもったいなかったなってとこですね今日はでもしかしたらねもしかしたら何か達成されるのかもしれないですね、うん、こういうふうに体になんか出る時ってねそのあとんか達成されるっていうねあの6世じゃないけどさ タイミングととしてて、うん、そういうい可能性があるとは思ってます、うん、なんかあるかもしれないっていう体になんか出てきてで達成があって今度精神的になんかあるっていうこのパターンだねでココナッツミルクなんだけど調べるとね冷蔵庫で23日しか持たないってかあ書いてあるんだよねこれなんだけどさこれもうだいぶ経つんだよ、うん、開封してから10日ぐらい経ってんだけどさ 3月8日だったかなうん3月8日に買ってきて開封してんだよね。うん8日の日にココナッツミルク300取ったんだけどさ。うん、でまあ見たらわかるけど悪くなってないんだよ。ただ表面のねところだけ表面のっていうかこの側面だねこの側面側。 上の方がね若干そのグレーっていうのかな灰色にもなったんだよね。うん、で調べてみたら灰色はまあ普通だったね。<laughs> 灰色になるのはちょっとあのなんか悪くなった傷んだのかなとか思ったんだけどそうじゃなかった。 漂白剤とかそういうの使ってないのであれば、なんかグレー色になるのはごく普通らしいんで。まあ、問題はないっていうのが分かったけど、通常なんかココナッツミルクは冷蔵庫でも2、3日しか持たないっていう,う。だけどまあ、10日以上持ってるもんで、なんだろうな、この違いはっていうね。 これは紙パックで業務スーパーで買ったやつだけど増粘剤は入ってたよねうんあの増粘剤のおかげなのかちょっとよくわかんないけどね、うん、まあ見た目すごくいい状態で保ってるし味も問題ないし悪くなるとまあやっぱ酸味が出てきてね酸っぱくなるっていう、まあ、腐るっていうことだけどさんで腐ってないんだよ今状態いいから 10日経っても問題ないっていうんならまあいいよねって。でまあ普通常なんか保管する時は冷凍庫で保管したりするらしいんでまあ様子見てね様子見て使い切れなさそうであればまあ冷凍保存ですねもう考えた方がいいのかなと思ってるところです。まあジプロックに入れてねで保管するっていう。 まあ今のところはまあその必要もないぐらい冷蔵保存でまあ問題なくいけてるもんでちょっともうちょっとねあと1週間ぐらい様子見て問題なかったら冷蔵保存でいいんじゃないかなって1日に取る量がティースプーン3杯なんでまあそんなに取らないんだよね1リットルあるとまあ相当持つからまあ保管方法だけちょっとね考えないとな夏場だよね夏場 の冷蔵保存だと傷みやすいと思うんで、まあ、夏場は特にま冷凍庫入れるっていうねその辺が必要なんじゃないかっていうまあそんなところですね今日そんだけいいかな一応さっきアイマスクと耳栓してでまあゆっくりしてたんだけどそしたら、まあ、汗かいたからだいぶ汗かいたんで それで、回復してきたけどね。まだちょっと頭が少し重いかなって。体もちょっとだるいかなってとこですね。まあ、いつも風邪ひいてもね、一日寝たら治るんで、ケロッと治るんで。明日はいいんじゃないかなと思うけどね。そんだけですね。で、今日は、のりは、 朝昼晩で5枚ずつ取って、夏目は20個、朝昼晩で20個、20個、20個で取ってるんでね。で、ここ夏ミルクを、まあ、ティースプーンいっぱいいっぱいっ取ってるんだけど。なんで、朝昼晩で分けてね、今日はちょっとなるべくっていう感じでやったんだけど、まあ問題なかったですね。うん。今後ね、今後朝昼晩3回に分けて、 ちょっと実験しててみようかなと思ってますじゃないとね仕事のある日とかはさ食べれる時間帯って限られてるもんで10時3時の休憩の時にもまあ食べれる人と食べれない人出てくるわな普通はね朝昼晩であればまあね通常の食事のタイミングだもんで。 うん、そこで取るような形でちょっと試してみて問題なかったらいいしその辺ちょっと見たいなと思ってるところですなんでのり5枚と夏目20個ココナツミルク1杯ですね、うん、これをまあ1セットにしてね朝昼晩と取、うん、るって形そうすると夏目60個でいけるもんでうんまあ80超えるとねまずいなっていうね まあ、まあこないだので分かってるから <laughs> 胸にちょっとね痛みとか苦しいさが出るっていうなので80個未満に今したいわけだけど80個はまあギリギリだもんで、まあ、60個ぐらいでやれるのが一番いいかなってとこですあとメープルレモン水が割と良かったですねうんあれあると違うなと思ったあとなんかメープルレモン水今日飲んだらちょっとね風邪の症状が和らいだね うん、あれ、風にはいいかもしれないとか思った。美味しいし、うんまあ、ビタミン取れるとかそういうのかもしれんけど。なんで、まあ、今後ちょっとね、まあ、作っていこうかなと思ってます。で、今日買い出していく予定だったんだけど、結局、まあ、行かなかった。予備の予備っていうかね、1本あった。<laughs> あった。前に買ったやつがあった。うん、ストックが1本だけあったもんで、広島レモン。 なのでまあかわいいに行かなくてもいいかなってところで、まあ、そんだけですねそ、うん、したらまあ風もあるんで早めに寝ようと思っています、まあ、10時にはね寝たいなってところですそ、うん、したらおやすみなさい <music> おはようございます 3月21日月曜日。今日祝日ですね。まあ1時半。で、5時に起きて、その後柔軟をちょっと長めにやって、で、シャワー浴びて、髪棚やって、で、マッサージ、キレマッサージやって、で、今瞑想してたとこですね。うん、で今日は、ちょっととにかく編集をね、完成させたい、完了させたいっていう。 編集は全部ちょっとやり終えたいなと思ってるところです。あと一時、あと二時間かな。二時間ぐらいあったかな、まだ。終わるかな。うん。で、まだ風邪の症状がね、ちょっと残ってんだよね。うん。ある程度は、まあ回復したんだけどね。まだちょっとなんか頭が少し重くて痛いみたいな。なんかずんとした痛みがある。 一応編集作業はできなくはないかなと思っているところです。で、今日も一緒ですね。豆乳、豆蔵豆乳。これ2キロ昨日1キロって昨日2キロって言ってたんだけど、豆乳2キロ飲んだって言ってたんだけど、残ってた。<laughs> 半分ぐらい残ってたんで、昨日1 5キロだな。なので、今日まあ2 5キロぐらい。 飲む予定です、うん、豆乳2 5キロですねであとのりですね海苔とナツメ有料組合の黒のりですね黒のりあとナツメとココナッツミルクです まあこれでやっていきます。いつも通りですね。うん。で、海苔は朝昼晩5枚ずつ取って、で、夏目は朝昼晩20個ずつ取って、で、ココナッツミルクも朝昼晩でティースプーン1杯ずつ取るっていう形です。まあそれでやっていきます。うん。そんだけですね。まあ今後、なるべくね、なるべく朝昼晩3回ね、3回で、 それぞれぞ取るっていうね同じ量を取るっていうそういう風に進めていこうと思うんでそれで一回ちょっとやってみたいっていうか実験してみる、うん、じゃないとね普通の食事し,してる人の食事のタイミングでやれないとさね仕事してる人が不老不死メソッドをねしようと思った時にね困っちゃう可能性が。 あるもんでってところですそしたら、まあ、今からちょっとのりとかね夏目少し食べてでゆっくりしてから編集作業ですね始めていきますああとこれね広島レモンとメープルレモン水ですねこれでメープルレモン水も作るんで。 まあ水は今日は基本メープルレモン水にする予定です。まあそれでやってみようと思っています。うん。そんだけですね。 えー、今日の結果報告です。今日がね、3月21日、月曜日、祝日ですね。実験生活1436日目。大体のりと夏目と豆乳で生活実験38日目です。天気晴れ、睡眠時間は8時間。えー、午後10時から 昨日のですね、昨日の午後10時から今日の午前5時までの7時間と、あと夜に1時間、さっきですね、さっきちょっと寝ちゃった気がするんで、<laughs> 大体だけどね、大体、まあ、適当に、ね、超適当で1時間。合わせて8時間ってところです。ジョギングなし、ウェットトレーニングもなしです。あと飲食の方が飲んだもの、 まず豆乳が今日3 5キロですね。<laughs> まだ残ってるけど、ちょっと。うん、300ミリぐらいかな。残ってるけど。うん、最初に昨日の残りがまあ0 5キロですね。で、朝豆乳を1リットル入れて、 で、昼過ぎにもう1リットル入れて、で、夜もう1リットル入れてって感じで3.5キロ。で、水600ミリですね。このうち1杯はメープルレモン水です。で、星のりが40枚。今日はね、まあ、15枚じゃないといかんのだけど、<laughs> あの、安い1300円だったかな、うん、の、のり。 あれを、まあ、なくしちゃおうと思って。うん。で、まあ、明日からね。明日からは、まあ、値段の高いやつですね。2300円、2400円。このグレードのノリで、ちょっと実験してみようかなと思ったんで。まあ、なくしちゃうっていうことで、取った。<laughs> あとちょっと多めにね、海苔取ったらどうかな、みたいな。<laughs> ちょっと食べたかったっていうのもあるんだけど。 まあそんな感じで40枚あと夏目は60個ですねあ夏目は少ない量でやるって決めたんでこ,んこの間胸の辺りでね、えー、ちょっと痛みとかやばくなったんで、まあ、今後のね夏目は60個基本60個どうしても欲しい時は80個でやっていきますであとココナッツミルクを少し、まあ、2杯ってところですねティースプーン2杯、うん、朝1杯とって であと昼にいっぱいですね、うん、でメープルレモン水もいっぱい取ってるんでメープル 5g レモン 5g っていうところですで尿回数7回出てて濃さ平均的薄め量は平均的な量でした大便今日なしですね今日全く大便出てないですでおなら時々ありで匂いは結構臭いですねまあ硫黄の匂いですね硫黄の匂い あの温泉卵のね <laughs>、硫黄。温泉卵のって言ったらちょっと変か、うん。で、今日の気づきですね。今日まあ、寝起きの時にね、若干頭が重くて痛かった。右、右側頭部っていうのかな。まあ、この辺なんだけど。まあ、昨のの風の症状が少しまだ残ってるって感じかな。うん まあ、それ、そのうち消えたけどな。そのうち消えたっていうか、まあ気にならなくなったっていうか。まあ、調子はそう悪くなかったですね、今日。多分で、動画の編集もできたけど。うん、3時間超えちゃった。<laughs> 3時間だよ。<laughs> ねえ、やばいね。<laughs> うん、あの、話してる時間が、 特にラストだな。ラストの話の時間が結構あるね。1時間半ぐらいあったかな。まあ一応終わってよかったかなってところです。うん、で、明日はまあ同じですね。ノルトの集めと投入でやるんだけど、ニ入はまあもちろん2キロですね。2キロ うん、で海苔も15枚で夏目はまあ60個でココナッツミルクはティースプーン3倍っていうところででまあちょっとね今週からね今週から朝昼晩の3回に分けて取るっていうね10時の休憩とかまあ3時の休憩には夏目は取らないっていうまあ豆乳だけ取るけど でやってていく予定てか試してみる予定定試しみるまああんまり調子悪いようだったらやめるけど、うん、まあ元に戻すっていうか10時3時にも夏目5個ぐらい取るみたいな形に戻そうかなと思うけど基本は朝ですね朝夏目20個と乗り込まえねとあとココナッツミルクをティス1分一杯です <laughs> 昼も同じようで、ん だって夜も同じ量でって3回に分けて取、まあ、るっていう形ですねこれはやっとかないとなって思ってるんでじゃないと朝昼晩っていうタイミングでしかね食事が取れないっていう仕事の人でもできるかどうかっていうねまあ、まあ、できると思うけど、うんうん、あそこ見ていきたいんでってところです なんで40個か。朝20個、昼に20個。なんで、ね、夏目40個を仕事に持っていくってとこです。まあ、それでちょっとやってみる。夜ちょっと、まあ足りなくなると思うんで、20個だとね。うん。その時はメープルレモン水を、まあちょっと作ってね。作って、それで、まあ補うっていうか。うん、まあ、食べたい衝動を抑えるみたいな。 やっっててみようかなと思ってますそんだけかな結局ジョギングの回数を増やしたいと思ったんだけど、うん、結局1回だけだったね <laughs> 1回しか行ってないねうんまあ風の症状が出ちゃったんでね昨日と今日と今日もね走り行こうかちょっと迷ったんだけど魂が良くないって言うのやめたんだ まあ、起きた時点で風邪の症状がまだ残ってたもんで、あこれで走り行くのちょっとまずいかなっていうのもあったんでね、やめたんだけど、うん。あ体調が問題なかったらね、3日間ね、土日月とジョギングする予定だったんだけどね、まあ、調子、体調の方がね、良くなかったんで、やめたってとこです。なんかね、まあ、腰回りに来る仕事なんだけど、今やってるのが。 で、腰回りが少し、まあ、回復。うん。まあ、回復させたいな、とか思ってて。うん。それを望んだんだよね。望んだらね、風邪の症状が来たんだよ。で、風邪の症状が来たら、腰回りが楽になったね。1 <laughs> 一日風邪で、今朝ね、今朝起きた時に。 うん、腰回りが楽になってたね。うん、でも自分が望んだもんで,でああいう風邪の症状ってもしかしたらねもしかしたらその体の修復っていうのかな、まあ、修復させるっていう、うん、そういうのが働いてるんじゃないかなってちょっと思ったね。うん、単純になんかその風邪のウイルスがどうとかじゃなくて体を修復させるために、まあ、ああいう症状が出る っていうねうん、で出ることによって治るっていうね体の悪いところが治るっていうまあ実際熱がね出たりするわけじゃん、うん、体の体温が上がったりするわけだよね、まあ、そうだもんで細胞も修復しやすいかなっていう風にちょっと思ったってところですそんな経緯ですねうん今日はちょっとね海苔食べ過ぎちゃったんでね まあ、海苔、夏目を食べ過ぎたらもうまずいってのはよく分かったんだけど、海苔はまあ30枚、40枚ぐらい取っても、まあ少ししょうがないかなっていうのもあるんだよね、自分の中で。あんまたくさん食べたらまあまずいと思うけど、3 40枚ぐらいだったらまだいけるかなみたいな。夏目を増やすぐらいだったら海苔を食べてしのいだ方がいいみたいな。 うんだけどやっぱりね、のり増やしたらあかんな。<laughs> 髪の毛柔らかくなるしうーん。やっぱり不老不死若返るためには15枚、15枚でやるしかないって思ったね。あと豆乳も今日ちょっと多すぎなんだけどね、うん。休みの日にいかにね、いかに少ない量でやるかっていうところも、まあちょっと考えていく必要があるかな。 あ難しいけどね難しい、うんまあ、やってたらねなんか突破口は見つかるかなとは思ってます、うん、そんだけですがもうちょっと寝ないとまずいんでね10時半過ぎてるんでもう11時になっちゃうんで、ねまあ、さっきちょっと横になってたからねそれで少し寝てるんで、うんまあ、いいとは思うけどそしたら 寝ます、うん、<laughs> すみなさいえおはようございます今、えー、3月22日火曜日の5時48分ですねで今日も海苔と夏目と豆乳とココナッツミルクでやっていきます 仕事持っていくのは豆蔵豆乳ですね1キロあと2300円だったかなの黒のり10枚で夏目を40個でココナッツミルクを、まあ、スプーン2杯分っていうかティースプーン2杯分ぐらい持っていくっていうとこですあそれと水かな水っていうとこです 一応今日はね、4時に起きれたんで、うん、4時に起きて30分ぐらい柔軟やって、で、シャワー浴びて、その後、神棚やってマッサージ。で、今、30分ほど瞑想ですね。やってたとこです。そしたら、準備していきます。今雨降ってるんで、カッパだね。<laughs> カッパで走ることになるね。そしたら行ってきます。 <laughs> 今、帰ってきました。ええー、と、まあ、シャワー浴びて、えー、そんだけかな、シャワー浴びたところですね。で今からちょっとまあ、マッサージやろうと思うんだけど、夜は、まあ、いつも通り、海苔と夏目と豆乳とココナッツミルクですね。で、やっていきます。でね、今日10時頃、夜、あ、じゃない昼日中だね。 日中十時頃仕事中ですね。仕事中に出たおならがね、臭くなかったんだわ。うん。おおと思ったね。え、なんでこんな臭くないのいつも臭いおならが出るのにさ、今日はなぜかね、出ないんだよ。臭いおならが。おならが出るんだけど、臭くない。全然匂いがないんだよね。びっくりしたね。 うん、ってことは、昨日海苔割とたくさん食べたじゃん。ね。星海苔40枚、夏目60個だから。あと豆乳3 5キロ取ってんだよね。豆乳が多い方がいいのか、星海苔ですね。海苔が多い方がいいのか、あるいは両方なのか。うん、その辺で、そのお腹の腸のね、 腸内環境がね変わる、うん、変わって臭いオナラが出るってことは悪玉菌が増えてるってことだ,だ,だと思うんだよねと思うんだわ、うん、で臭くないオナラの時は腸内環境がいい感じになってるっていうねまあそういう風に見ていいと思うんだっけ で、夏目をたくさん、夏目をまあ食べるとね。夏目を食べると、まあ基本臭いおならが出るんだけど、今日は朝、十、十五個ぐらい食べたかな。で、十時の休憩の時も五個ぐらい食べたかな。うん。なんだけど、本当はね、本当は朝昼晩二十個ずつね。 取ろうと思ったんだけど、時間がないわ。<laughs> 20個も食べてる時間がない。うん、朝ね、うん。昼もそうだけど、うん。まあ、食べれて15個ぐらいまでだな。うん、そんな時間取れんかった。なんで、やっぱり、朝15個。で、10時の休憩で5個。昼15個。で、3時の休憩で5個。これしか、まあ、できないな。今の仕事だと。 でこの量で夏目取ると、まあ、いつもは臭い魚なら出てたんだけど今日出てこなかったんだよ。多分この豆乳とのり昨日多かったんでこれで腸内環境良くなった可能性があるんだよね。ってことはだあの今豆乳 2kg でのり15枚夏目60個でやってんだけど。 もしかしたらね、その豆乳と海苔の量のバランスっていうのかなあと夏目のバランスっていうのかな、うん、もっとね、もっといい場所があるんじゃないかなと思った。うん、今一応、その、不老不死メソッドとして、まあ出来上がったは出来上がったんだけど、豆乳2キロ、星り15枚、夏目80個で一応若返るんだけど、若返るんだけど、まあ臭いおならが出るんだよね。 だけどもしかしたらその豆乳と海苔と夏目の量のバランスが一番いいところがあってそこでやると臭いおならが出ないっていうねうんちょっとそこ探りたいよねねって思ったエネルギーはま夏目がね握ってるっていうか夏目と豆乳が握ってるもんでエネルギーは。 うん、で、仕事ができるラインでね、ギリギリのライン。仕事ができるギリギリのラインを確保しつつ、うん、量をいっぱいいっぱいまで落として、その中で、その、海苔と豆乳と夏目のバランスを取るっていうね。うん。夏目を少なくすればさ、草を並べにくくなるよね。で、あと、豆乳もしくは星海苔ですねで。量を増やすと、 臭いおならが出にくくなるっていうか臭いおならが出なくなるっていうね、うん、その辺がちょっと分かってきたんで豆乳がいいのかのりがいいのかっていうとこもちょっと見ないとなって思ってるとこですうんそんな感じですね昨日の量が割とヒントになるっていうかねうん、まあ、昨日のおかげでね昨日のおかげで臭いおならが出なくなった っていう見方でまあ間違いないと思うんでうんメープルレモン水は前にも飲んでるけどうんそんな別にって感じだったしなまあ今後ねちょっとこの豆乳と海苔と夏目の量のバランスをいろいろ変えてねで実験してみたりあとメープルレモン水ですねまあこの辺ももしかしたらね関係してるかもしれないんで ここもちょっと入れて実験をね、今後ね、やっていこうと思ってますま。とりあえず夜はメープルレモン酢1杯と、で豆乳の量をちょっと今日増やしてみようかなって思ってます。ちょっと増やすかもしれないですね。1日2キロって結構な量なんだけど、2kg じゃ足らないのかな。あんま増やしすぎると若返らない気がするけど。 うん海苔の方を増やすかどうするかなってとこですね。まあ、とりあえず、えー、やっていきます、まあ。豆乳と海苔と夏目。えー、海苔はちょっと今日10枚取るかもしれないですね。夏目は、まあ20個でいきたいなと思ってるとこです。どうしても欲しかったらもう20個。押、まあ、すると80になるけどね。うん、まあ、そんなとこです。 え今日の結果報告ですえ3月22日火曜日ですね。うん、実験生活1437日目。大体のりと夏目と豆乳で生活実験39日目です。天気は雨のち晴れ、睡眠時間5時間ですね。昨日の午後11時から今日の午前4時までの5時間です。ジョギングなし、ウエイトトレーニングもなしです。あと飲食。 まず飲んだもの、豆乳3キロまだ残ってるけどね。だいぶ残ってるけどな。700ぐらいは。うん、700か600ぐらいは残ってますね。だけど、一応、まあ、あの1キロの袋ね、あれ3つ入れてるんで、3キロってことで。で、あと水300ミリですね。 これは仕事に持って行ってるやつで、メープルレモン水ではないですね。で、黒海苔20枚、ナッツ目60個、ココナッツミルクティースプーン3杯ほどです。まあ、今日立ってるのはこんだけですね。ティースプーン3杯って言ってもあの、つらじゃないんだけどね。溶けてないもんで、うん、じゃないんだよ。 大体このぐらいまあ面にしたらいいぐらいかなでも、うん、ちょっと面ぐらいって言ってもいいぐらいかな、うん、このぐらい取ってるだからまあティースプーン3杯でいいと思います <laughs> 尿回数8回出てて濃さ薄め量は平均的少ない時がありました少ない時は2回かな2回だけ あと大便が一回出ています。朝ですね。で、色は濁った茶色。ちょっとね、説明が難しいんだけど。なんかいつものヘドロ色よりも茶色かったんだよ。今日は。なんか茶色だった。普通の便の色に近いってのかな。そんな感じ。でも普通の便の茶色より、 なんか濁ってるっていうかな。そんな気がし、そんな感じ。で、細バナナ状40センチぐらい。これはまあ大体だけどね。超大体だけど。最後に出たやつを見て、まあ40センチぐらいかな。自分で出した時の感覚から言っても、まあ40センチぐらいかな。大体だけどね。で、柔らかめってところです。匂いはちょっとわかんないですね。自動ダッシュ機能付きなんで。 おなら時々ありで匂いはなしからそこそこ臭いってところです。まあ、完全になかった時もあったし匂いが。あとそこそこ臭い時もあったってところです。で、今日の気づき。まあ、あのー、帰ってきてからね、仕事から帰ってきてからちょっと話した通りなんだけど、あのいつもだったらね、いつもだったらもう臭いおならが出てる時間帯なんだけど、午前10時頃ってさ、 うんなんだけど今日はね全然臭くなかったっていうねおならがおならが全然臭くなかったいつも臭いでおなら出るんだようん超臭いよあれまあ夏目割とたくさん食べたらわかる <laughs> 臭いおならが出るから、うん、あこれかっていう臭さわかると思うよ で、それがね、完全無臭だったんだよ。ちょっとびっくりしたね。で、まあ理由として、理由っていうか何が良かったのかなっていう時に考えられるのは、まあ、まず豆乳だね。豆乳の量。あと、海苔だね。海苔の量。それともしかしたらメープルレモン水もなんか関与してる可能性もあるかなっていう。まあその辺。 です、うん。まあ当然夏目の量は関係してくるけどさ。間違いなくね。夏目が今60個。昨日60個だったよね。うん。60個でやってるもんで、まあそこも良かったんじゃないかなと思っています。まあ夏目の量は絶対関係してるから。間違いなく関係してるから。うん。で、そのバランスなんだよね、バランス。 豆乳と海苔と夏目の量のバランス次第で完全無臭のおならに変えることができるっていうのかな、うん、つまり最高の超環境にできるってことだね、うん、ちょっと希望が見えてきたねあのくさいおならだけど,どうにかならんかやって思ってたから <laughs> あれマジで <laughs> 夏目のくっいおなら あやっぱあの、ああいう夏目とか、あと砂糖の入った菓子とかさ、そうなんだけど。やっぱ甘いものを取るとね、まあまず虫歯に来るよね。歯がうずくっていう。うん、で、どうしてもねックスならが出るんだよ。やっぱ甘いもの取るとね、うん。夏目のあの糖だね、糖。甘いからさ。糖が悪玉菌を増やしてるっていう可能性が高いんだよ。 うん、なんだけどその豆乳もしくはのり、うん、だね、まあ、この辺の量が多くなると善玉菌優位になって臭いおならが出なくなるっていう、ね、可能性、うん、なんで、うん、まあちょっとね今後見ていきたいなって思ってるところですうんいいね 希望が見えてきたね。<laughs> 突破口になるかな、これ。うん。で、まあ、豆乳をね、増やしてっていうのはなかなか難しいもんなかなか難しくはないんだけど、あの、水筒をもう一個持ってかなきゃいかんっいう話になるから、豆乳を増やす場合ね。だまず順番にね、いくとしたら、のりだね。のりを増やすのは簡単だもんで。で、 ま、ちょっとどのぐらい増やそうかなってね。あんま増やしすぎたら若返ってかないから、うん。で、朝昼晩今5枚ずつやってるじゃんね。で、これをプラス2枚増やして7枚7枚7枚。うん、7枚7枚7枚。でやってみようかな。うん、それで、ま、長環境はどう変わるのか、臭いおならがどうなるのかっていうね。もし臭いおならがあんまり臭くなくなってきたら。 うん、なんか、ほんのり匂うけど、なんか前より全然臭くないみたいな感じになってきたら、あ、海苔だってなるしね。リの、海苔の量だって。うん、そしたら、夏目60個に対してノリがね、まあ、7枚でやるんだったら計21枚じゃん。21枚だとバランスがまあまあいいとかさ。まだ微妙に匂いがあるんだったらもうちょっと増やそうかな。 うんであまあ、朝昼晩8枚ずつ取るとかさそうやったらもう完全にね、うん、もう匂いがないっていう状態に持っていけるかもしれない、うん、完全に匂おいがなくなったらあここだってなるよね、うん、このバランスっていうふうに言えると思うしあるいは豆乳かもしれないけどさのりじゃなくて豆乳の可能性もあるまあ両方かもしれない ここをちょっと見ていきたいんだよね。まあ、さっき話は取れたけど。な <laughs>、うん、2回同じこと話すようになっちゃうけどさ、うん。今日はちょっとでかかったね。なんかね、今日ね、あの、その会社の、会社のその敷地内に、まあ、神社があるんだよ。神社。神社っていうか、まあ、普通あるよね。 会社の中ってまあ基本そのお稲荷さんだけどさ、うん、まあお稲荷さんっぽかったんだよね、うん、まあ3社あったけどさ、うん、少なくとも1社はお稲荷さんだと思うけど、うん、でそこでね柏で打った時にね柏での音がめっちゃ良かったんだ今日。 雨降ってたけどさえ。なんでこんなにいいのっていうぐらいね、柏手の音は良かったんだよ。ちょっとびっくりした。かしわての音ってね、あのー、その神様との、神様と今の自分との関係性っていうのかな。関係の状態っていうのかな。状態を示してるんだよ。うん、示してるんだわ。 いい柏でが、まあ、打てた時はとてもいい状態なんだよね、うん。関係がいいっていうのかな。妙に今日はね、いい音だったんだよ。え、何これっていうぐらい。ちょっとびっくりした。うん、そのぐらい。毎朝ね、毎朝柏あはお参りしてるんだけどさ、その会社の敷地の中の神社にね、お参りしてんだけど、毎朝ね。 多分、私ぐらいしかあまりしてないんじゃないかな <laughs> って思うけど。私と、私ぐらいじゃないかなと思うけどな。あと、社長とか、そういう中、重役の人とかはしてるかもしれないけどね。普通の従業員でしてる人はまずいないんじゃないかなって思うけど。 うん、まあ相当古株な人とかは知らないけどさ、うん、まあ私はね毎朝毎朝ねお <laughs> 参りしてるその工場見学の日からね、うん、日その日とあとまあ入社初日の日からずっとねうん。 まあ、で、でもね、今日はね、そんなにね、仕事してたけど、そんないい日じゃなかったんだよね。すっごいなんかバタつく日だったんだよ。妙にバタつく日だったんだよ。うーん、何これって。あんまいい日じゃなくって。あとね、なんかね、嫌な感じもあった。なんかあの、霊症。 うん、この間消えたって言ったじゃん。耳鳴りして消えたって言ったじゃん。その霊障がさ、なんかまた新しいのがさ、新しいのが出てきそうな感じが少しあった。じわりとね。じわりと出てくるような感じがあったんだよ。また、また来たのかっていうね、うん。次のランクアップの、まあ、スタートなのかな、みたいな思ったけどさ。 とかね、なんか今日はそんなにいいしじゃなかったんだけどただそのおならが臭くなかったっていうねこここの一点だけはねちょっとびっくりしたっていうか、うん、めっちゃいいっていうね、うん、めっちゃでかいっていうねでこれなのかなあの柏ではとか思ったけどさまあとにかくでかいよ、うん おならが臭くないっていうのは善玉菌優位っていうねことでいいと思うから腸内環境がすごくいい状態整ってる状態バランスの取れてる状態って見方でいいと思うからそこに持っていきたいんだよね不老不死メソッドとして不老不死メソッドの中でも最もバランスのいいところっていうね不老不死メソッドはまあ大体出来上がったんだけど完璧じゃない。 で完璧に持っってていいきたいっていうで完璧はその豆乳と海苔と夏目が完全にね調和が取れてるっていうバランスが取れてるてところそこに持っていきたいっていうね、うん、でそのバランス夏目60個でやった場合の,その一番いいバランスってどこなのかなって まあ、60個がおそらくね、妥当だと思う、うん。今の仕事だったらね、今の仕事量だったら、夏目60個は妥当じゃないかなって。んでうん。まあ、その場合にね、海苔と豆乳をどのぐらいの量にしたらいいのかっていうね、そこを見たいなと思ってるところです。そんだけかな。うん。まあ、それを今後ね、今後ちょっとやっていく実験でね、試していく。 まあのりの量を変えてみて、まずでその後に豆乳の量をちょっと変えてみてで最後にメープルレモン水かな。まあいろいろちょっとねやりながら気楽にね気楽にいろいろちょっと取ったりしてでやってるとねこちょこちょやってるとなんか見えてくるところがあると思うんでうん。 今回みたいにね昨日何気にね何気に海苔40枚とか取ってさ豆乳 3.5kg 取ってさそしたら急に変わったわけだ,だここが影響してるよ間違いないよなとか思うよね、うん、特に海苔はう昼過ぎか昼過ぎ以降で結構取ってるんでね、うん まあ、ちょっと見ていこうと思っています。で、明日は、まあ、とりあえず、今残ってる豆乳飲んで、朝飲んで、で、まあ飲みきれなかったらちょっと容器に別の容器に、ね、移して、で、 まあいつも通りですね豆乳2キロまあ2キロから2 5キロぐらいですねでちょっとやろうかなって、うん、で海苔は20枚とりあえず20枚夏目60個ですねでここ夏ツミルク3倍、うん、あとまあ水はちょっとどうなるか分からんけど、うんうん、まあ必要だったらメープルレモン水の作ってもいいかなと思ってるし そんな感じです、うん、あと一回髪の毛ちょっと美容院行ってくるかなって美容院行くような髪じゃないんだけどさ <laughs> でもね昔からねなんか床屋とかねああいう1,000円のまあ理髪店っていうのかなカットね髪の毛カットしてくれるお店とかさ まあ、いろいろ行ったんだけどね、あの、1000円の店はね、もう二度と行かないと思ったんでね。私は。まあ、行ったことあるけど、まあ、二度と行かねえとか思 <laughs> うん。よくなかったうん。もう二度と行かんって、うん。で、まあ、坊主にするぐらいだったらいいんだけどさ。 うん、だけど、ね、髪の毛を整えるとかね、そういうのでいいは絶対行かない方がいいなと思ったね。まあ子供の頭とかだったらまあいいかもしれんけどさ。うん、やっぱね、まあ値段相応って感じだった。値段相応っていうか、ひどかった。<laughs> ひどかった。いろいろひどかった。うん、なので、まあそういうとこは行きたくないんで。で、床屋もね、 もうなんかねいろいろね技術的にも昭和って感じなんだよねうん昭和って感じなんだわでね美容院がねやっぱもうダントツなんだよ技術的にもダントツだしねうんやっぱ女性のねやっぱ美についてねいろいろもう先行ってるじゃん最先端最先端って言ったら うん、どん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 改良を加えてさ向上心があってさ、うん、技術がねやっぱつも段違いなんだよ、うん、床屋さんと美容院じゃねもうダントツなんだよ床屋で切ってもらうとねあの伸びてくると横に広がるんだよボーンって、ね、変な顔変な髪型になるんだわでもね美容院だとね伸びてきてもねいい感じなんだよ すごいね。すごいと思った。美容院すげえなと思ったもんね。うん。なので、まあ、四五千払う価値はあるなと思った。この技術って。うん。まあ、そんな感じでね、行くんだったらもう美容院って感じなんで。まあ、この髪の毛だからね、坊主の状態で、一、二、三。まあ、二ヶ月半だよね。二ヶ月半。 で伸びたね坊主から2ヶ月半で伸びた状態なんでねうんまあ大したねあれじゃないんだけどさ整えるだけだしさうんだけどまあ行くんなら美容院かなと思うんでうん床屋はもう行かないうんあと専用のところなんかも絶対行かないっていう感じなんでさ私の場合ね うん、まあ美容院ちょっと行ってこようかなまあ整えるだけ整えておこうかなとは思ってるところです、うん、まあ整えるぐらいだったらそう実験に支障はないと思うんでねうん <laughs> ってところです <laughs> まあ大した話じゃないけど <laughs> うんそんなけかな、うん、ちょっとねそのおならがね臭くないおならが出たっていうねこれが突破口になるかもしれないっていうのでね、うん ちょっっと今希望が見えててきたっていうか不老不死メソッドでもねもう完全なその完璧なね完璧なフロ不シメソッドができるかもしれないって、うん、おならはねもう絶対臭くない方がいいんであの臭いおならはね明らかに異常なんだよね異常。あれはねなんとかしなきゃダメだって前々から思ってたんで。でそれがねなんとかできそうなんだよね、うん。ここはでかいってとこです。 こうやって話してるとね長くなっちゃうんだよ、うん、で最後編集すると3時間超えちゃうんだよねこの間みたいにそろそろねそろそろ寝ようと思うんで、まあ、10時には寝たいとこですね、うん、今から歯磨いて寝ますそしたらおやすみなさいおはようございます 今日は3月23日水曜日ですね4時4時まあ一応4時ぐらいに起きたんだよね4時ぐらいちょっとまあ動くの15分ぐらい遅,かった遅くなったけどね、うん、4時17分ぐらいからストレッチ始めてでその後シャワー浴びて髪棚やってマッサージやって で今瞑想15分ぐらいかなやったとこですね15分、うん、かなってとこですで今日もまあいつも通りですね豆蔵投入1キロとあとのり10枚のり、うん、をちょっと増やそうが考えたんだけど昨日の夜10枚取って合計20枚なんだよね で今朝おならが出たんだけどちょっと臭かったんだわで豆乳も少し多めに飲んでるんだけど昨日はほい、うん、でやっぱ臭いおならが出るっていうことは豆乳と海苔増やしてもそこまで違わないのかなって思ってで メープルレモン水ですね。まあ、メープルと、ちょっとレモンは、これね、<laughs> 新品だけど、広島レモン。まあ今から開けてね。で、使っていこうかなと思ってます。ここも残るんだよね。で、一回ちょっとメープルレモン水を今日持って行って、それ飲んでみて、で、超環境の変化を見ようかなって思ってます。これで変わるとはちょっと考えにくいんだけど。 メープルは、まあ、ま、糖だもんで、悪玉菌増やす可能性はあるし、レモン果汁ぐらいでそう変わるかなっていうね。もし変わるのであれば、もう絶対ね、絶対メープルレモン水入れた方がいい。もっと言うともうレモン水だけでいいかもしれないですね。でもメープルレモン水の方が美味しいんだよね。 腸、まあ、環境の具合ね、もし変化するのであれば、もうこれすごいって話、ね、すごいっていうかもう、絶対入れた方がいいって話になるし。で、これ、すき焼きのタレですね。海苔。海苔をまあ食べるときに、つけてね、食べる。あと、ココナッツミルクですね。うんまあ、スープーン2杯ほど持っていく。朝1杯、昼1杯ですね。ティースプーンですね。で、夏目です。これはまあいつも通り40個持っていきます。 朝15個。で、10時の休憩で5個。昼15個。で、3時の休憩で5個。計40個っていうところですね。まあ、この辺はいつも通りですね、うん。なんで、いつもと違うのは、メープルレモン水。いつもは水なんで、水を入れて持ってってるんだけど。こうだ。うん、またカバンにあるけど。今日はメープルレモン水にしようかな。まあ、普通にね、普通に持っていくと痛んじゃうもんで。<laughs> レモン果汁入れてるとは傷んじゃうよねなんだけどまあ冷凍させたねこれこれのまあ横にねメープルレモン水も置いてねで一緒に持っていけば豆乳,も豆乳とメープルレモン水横にくっつけてねあとこれもくっつけてんだけどこれも横にくっつけてねうまい具合にカバンにね入れたきにね で持っていくとまあこれね傷みやすいもんね常温だと、うんまあ、すき焼きのタレ、まあよっぽどいいんだけどこれもまあ一応ね冷やした方がよりいいだろうって、まあ、そんな感じです、うん、したら今から準備して6時15分には、まあ、出発ですね仕事行ってきます え今、帰ってきて、シャワー浴びたとこですね。これからマッサージするとこです。で、アマゾンで買ったものが届いたもんで、まあ、紹介だけしようかな。まずこれ、ココナッツミルクですね。内容量 400g。どこのだったかな輸入社有機トレーディング株式会社ですね。現在余命はココナッツだけなんで、 添加物とかはは入ってないはずです、ね、うん記載逃れしてる可能性もはゼロじゃないけどさ、うん、あはいえ <laughs> どこまで話したんだっけあそう添加物入ってないって話ですね、うん、なので あの業務スーパーで買ったやつはこれなんだけど業務スーパーこれが1リットルで安定剤「キサンタンっていうのが入ってんだよねココナッツ以外に添加物入ってるんだわだけどこっちは全く入ってないっていうキサンタンも入ってないって 純粋なココナッツってやつですね。で、漂白剤を使用していないため、ココナッツミルクの色がグレーがかってますが、天然由来のものであり、品質に問題ありませんってあるもんで、あ、そう販売した有機食品ですね。有機食品ってとこが出してるやつですね。Amazon で3、400円ぐらいだったと思うんだけど、なので、こっちは1リットルで400円ぐらいだったかな。こっち500ミリで400円だから、こっち倍だね。倍のんでだするんだけど。 うん、で、こっちもね、最初真っ白なんだけど、最初真っ白なんだけど、ちょっと時間経つとね、グレーがかってくるんだわ。うんうん、こっち日は、なんかね、最初からもうグレーがかってるらしいんだけど、うん。まあ、今使ってるやつがなくなったらね、そしたら、これちょっと開けてみようかなと思ってます。うん、まあ、そんなに毎日ね、取らないもんで。 うん、ティースプーン3倍ぐらいだから、うん、相当持つからね、うん、魂の反応はね一応悪くはなかったんだけどそこまで意欲もなかったんでうんなあの買ってみてもいいみたいな、うん、まあ試してみてもいいぐらいのニュアンスだったんでうん なんかすごくいいっていうような感じではなかったから、まあ別にこっちでもいいのかなってとこですね。正直。まあ、取ってみて、具合確認するもしかするとね、こっちの方が腐りやすいってい可能性もあるんで、腐りやすかったらダメじゃんね。あと、夏目。これですね。これ。夏目。 これ、454g ですね。原産国、中国。輸入者は有限会社。生友商事。生友って書いて。声友商事。多分、声友で読み合ってると思うんだけど。うん、ですね。うん、まあ、見るとかなり大きいね。松目は。一、うん、個一個大きいね。でかい。本当にでかいね、これ。 これ、とりあえず2袋、まあ、買ったんで、1回ちょっと試してみようかな、これ。あ <laughs> とであ、ね、とで、あとでっていうか、うん、あと、これ購入ね、うん、豆乳ね、豆乳1 0、まあ、買ってきたんで、これは冷蔵庫行きです、うん。ちょっと電池が、電池がない。ちょっとこれ、味だけ見ようかな。 こんな感じですね <laughs> もうなんか別物みたいな <laughs> レベルでレベルででかいなこれうん超でかいなこの業務スーパーのやつが、うん、こうこのぐらいだねこのぐらい違う分かる分かるこのぐらい違う 倍ぐらいだね。純粋に倍ぐらいの大きさですね。うん、これ、まあ、あの、業務スーパーのやつ、割と大きさばらつきあるんで、うん。でも、大体、まあ、大体こんなもんですね。大、う、体、ん、こんなもんですね。うん、これを、まあまあ大きいぐらいだけど。それでも倍ぐらいやるうん。あ、すごいいい、これ。 うん。果肉が多い。これ1個はでかいな。こっちの1個とこっちの1個じゃ、もう話が違うな、これ。これ1回数数えて、1個あたりのグラム数出さないとあかんな、うん。美味しいわ。うん。食べ応えがある。うん。いいね。うん。いいわ。これ、これ2袋で1500円だな。2袋。 なんで、まあ、1キロで1500円だから、こっちの業務スーパーのやつだと1キロで1000円ぐらいなんでね。1000円しないぐらいなんだわ。なので、割高っちゃ割高だな。グラン単位でいったらね。だけど、物がでかいんで、うん。休憩、あの、10分休憩の時とかね、食べるのはこれ、5個食べるのは割と大変なんだけど、時間がないもんで。 こっちだったらいいなうん。割と食べやすいから。まあ、いろいろ試してみようかなと思ってます。これいいな食べやすい。まあそんなところです。そしたら、まあいつも通りですね。豆乳と海苔5枚。夏目はこれ、これをね、これをちょっと食べようかな。うん、で、ココナッツミルクを少しですね、スプーンいっぱい。 あと、メープルレモン水ですね。まあ、あ300飲んだんだけど。やっぱあのね、おならが臭くなくなった原因、ね、あれ、メープルレモン水だなあ。ほぼほぼこれで間違いないと思う。今日これ飲んだら、おならね、あんま臭くなかったんだわ。完全ゼロじゃなかったけど、一時ちょこっと匂うようなものを、 おならもあったんだけどなんかあんまり臭くないっていう時も、うん、あんまりっていうかほとんど臭わないっていう時が結構あって、うん、まあこれで間違いなさそうですねメープルレモン水なのでのりとナつメと豆乳でやる時はメープルレモン水ですねあこれね今日ちょっとあのぶつけちゃって金属に、うん、機械の機械の金属のところにぶつけちゃって指を剥がれちゃった のりあの夏目を食べると臭いおなら出るんだけどメープルレモン水おそらくねレモン果汁だと思うんだけどレモン果汁がまあ効いてると思うんだけどメープルレモン水を飲むとまあ昼とか休憩の時とかね夏目食べるタイミングでねタイミングでちょっと飲むとそうおならがね臭くなくなるうんこれすごい発見だね 今まであの臭いおならどうにかならんかなと思ってたけど。メープルレモン水で解決だね。まあしばらくちょっとメープルレモン水を使ってみて。おいで、まあ調子良かったら今度レモン果汁を入れたレモン水ですね。レモン水でやってみる。もっと調子いいかもしれないし。まあ味はメープルレモン水の方がいいけどさ。ほいでもレモン水でもまあ全然いいわな。 まあその辺ちょっと実験でね、うん、もうちょっと試してみようかなと思ってますうんまあそんなところですえ今日の結果報告です3月23日水曜日ですね実験生活1438日目 大体のりと夏目と豆乳で生活実験40日目です。天気曇り。で、睡眠時間6時間。昨日の午後10時から今朝ですね。今日朝の4時までの6時間です。ジョギングなし、ウエイトトレーニングなしです。あと飲食。まず飲んだものが豆乳2 5キロこれ昨日入れた分だね。昨日3キロ入れて、 でまあ、ちょっと残ってた分ですね。2 5キロあと水600。これはメープルレモン水を2杯作ってるんで、で600ですで。星のり15枚。夏目40個。普通の,あのタイプの方が40個ですね。うん。業務スーパーで買った夏目が40個。プラス、大夏目ですね。うん。大夏目。さっきのですね。さっきの。アマゾンで買った大夏目。 これ28個。あれ数えたらね、1袋に73個入ってた。うん、あれね。だもんで、まあ1個 6g ですね。6g。まあ 6.2g だけど、まあ 6g ってところです。で、それをまあ28個なんで 168g ですねで。普通のタイプの方が1個 4g なんで 160g。 合わせて 328g ってところですなんで普通の業務用スーパーのナツメ80個に相当する量ってところですねでココナッツミルクをティースプーン3杯であとメープルシロップ 10g レモン果汁 10g です今日2杯作ってるんですね 尿回数八回出てて、濃さ薄め量平均的な量でした。大便が、一応ね、二回ってちょっとね、言えない感じなんだけど、まあ、一回って言った方がいいぐらいなんだけど、一応二回いいですね、大便。一回目朝。で、色ヘドロ色。チューブとバナナ状40センチ。ソフトクリーム状で150ミリくらい。柔らかめでところです。うん、最初チューブと40ジャーっと出て。最後にね。 最後にちょりちょりちょりっとね、ソフトクリーム状で、うん、ニュ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 っと出たのがあるんで。で、2回目は昼ですね。昼、同じく色ヘドロ色で、細バナナ状で3センチですね。3センチぐらい。こんだけ。こんだけしか出なかった。うん、なんで、まあ、いほぼほぼ1回ってとこですね、今日は。で、おならは、まあ、時々あり、 かな時々ありで匂いはねなしからまあ,あ少しありみたいなとこですね、うん、少しあるなーっていう時がちょこ2回ぐらいあったかな、うん、あと全然匂い感じないっていうことがちょこ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 あったかな <laughs> ってところですで今日の気づきまあ別ああれだねさっき話した通りだね うん、あのー、帰ってきてから話したとおりでメープルレモン水ですね、うん、今までずっと臭いおなら出てきたじゃんねずっと夏目食べると臭いおなら出るんだけどさあれが本当にねなんとかならんかなと思ってて、うん、そしたら見つかったね ああしかも <laughs>、しかもメープルレモン水ってね、ちょっと前まで普通に使ってたやつじゃんな <laughs>。あれいつ始めたんだっけメープルレモン水って。千日絶食の時、取ってたっけまあ、今まで作ってきてね、割と使ってたメープルレモン水が解決策になったっていうね。奇跡だね <laughs>。まさに奇跡だね。 でね、今日300を持って行って、会社に。で、最初のね、まあ、午前中だな、午前中。午前中に出たおならはね、ちょっと匂いがあったんだよね。あとね、あれ何時頃だったかな。帰る、5時近くだかな、4時、4時以降かな、4時、4時から5時の間で出たおならが、 なんか若干匂いがあったってとこですね。それ以外ちょこちょこ出た匂いはね、全くなんか感じなかったりしたんで、うん、飲み方かもしれない。飲み方とあと夏目の量ですね、うん。朝15個取ってたもんで、あと昼も15個かな。取ってたもんで。だから夏目15個だと、その300の中で、 まあ2口とかそれぐらいしか飲んでないもんでなんでメープルレモン水の量がまあ少ないのかもしれない、ね、少ないとまあちょっとねちょっと匂うっていうかまあそれでも今までに比べたらもう格段に少ない匂いが少ないっていうかな、うん、今までのどうだろうな8分の1ぐらいかな8分の1ぐらいに減る で完全にゼロの時もあったから、匂いが全くしない時もあったんで、うん。まあ、飲み方かもしれない。今後、ちょっといろいろね、量もまあ探っていこうかなと思ってるけど。まあ、そんなところです。で、まあ、今後ですね。うん。今後は、なんで、まあ、豆乳、豆乳と、海苔と、夏目と、 ココナッツミルクにプラスメープルレモン水だよね。だから5つか。5つでやるってことですね。5つでやる。うん、今後ね。今後、実験はね。実験は必ず5つでやる。で、おならのまあ、匂いは実験対象なんで、確認して。で、ちょっと匂いが出るときは少しね。 タイミング見てね少し多めにまあ、メープルレモン水を飲んでみたりするって何口何口飲めばいいのか2口だと少ないんだったらまあ4口とかね <laughs> 取ってみるっていうねそれで、まあ、匂いが出なくなるのかどうかってか腸内環境に影響してると思うんで関係してると思うんで、まあ、ここめちゃ大事だと思うんだよね <laughs> なんでうん、まあ取っていこうかなと思ってます。でね、最初、まあ、あの、さっき話したじゃん。帰ってきてから、仕事から帰ってきてから、話したときに、メープルレモン水でやって、その後レモン水でね、レモン水でも実験してみようかなって言ったんだけど、そしたらさっきね、さっき動画、YouTube 見てたら、 あのメープル <laughs> メープルの栄養とかねについてねなんか説明してる動画が出てきてたんだよ偶然にも狙ったかのように何これって感じだね割とあるよ、うん、私のなんか思考なんか捉えてね <laughs> やってんのかなとてうん もっとなんかこの世界は、なんか、不自然っていうのかな。割とあるよ。なんか、このタイミングでなんでこれがここにあるのみたいなさ。できすぎじゃねみたいな、ね。思考読んでんのみたいな。<laughs> そういうケースが割とあったりする、今まで、ね。で、メープルに関する栄養のことが書かれてて、 でまあ、若返りに使えそうだったもんで、まあ、ポリフェノールだなポリフェノールが、まあ、老化防止になるっていう話だったんだけどさ抗酸化作用でね、うんまあ、実際ね体感としてねポリフェノールは、うん、そう感じないけどなあれ、うん、本当ただの甘い甘いシロップって感じ そんななんかね抗酸化作用があるような感じには見えないっていうか感じないんだけどさ気休めにすらならんぐらいだと思うけど、うん、だけどまあ一応そうやって出てきたしまあメープルも使っていこうかなって思ってるところですね味的にはね絶対メープルレモン水の方がうまいと思うんで、うん、で、えー、まあこのメープルレモン水で匂いもなくなるんでね、うん、出なくなるんで まあいいんじゃないかなっていうところです。で、今からまあ寝て、10時にはちょっと寝たいんで寝て、で、また明日ね、うん、明日、まあ今日と同じような感じでね、やっていこうと思っています。まあ、朝、ちょっとメープルレモン水飲んで、で、仕事にも持っていってで、夜も飲むっていう形ですね。で豆乳はまあ、やっぱり2キロだな。増やすと、まあ若返りしないな。<laughs> あと、夏目もまあ、本当は60個がベストだけど。今日80個相当取っちゃったけどね。328g なんでね。あと、海苔もまあ、やっぱ5枚ずつだな。朝昼晩5枚ずつがいいな。増やさない方がいいな。やっぱ増やしたら、髪の毛にはいいかもしれないけど、やっぱ若返りはしないな。うん。やっぱ少ない量でね、少ない量でやらないと若返らないんだよね。 うん、少なすぎても今度逆にね体に負担になりすぎちゃってね、うん、老化しちゃったりするけど、うんまあ、ちょうどね一番いいところ一番いい量っていうのがあるんだよ適量っていう多すぎず少なすぎずっていうところねそれがやっぱのりは15枚夏目がまあ60個、まあ、50から80の間かなとまあ60個ぐらいでやるのが良さそうだなとは思ってるところですけどね まあでも夏目、一応メイプルレモン水飲んだら夏目は多少取ってもね、匂い出てこないんだったら、そう無理して減らす必要もないなと思うけどな <laughs>。まあ80個でやってもいいんじゃないかなとか思ってるけど。80個だとやっぱ、なんか出る可能性もあるんでね。胸にね。もしかしたらね。ギリギリなんで。その辺ちょっと60個とか80個とかね。 うん、まあいろいろちょっと試行錯誤ちょっとして実験進めていこうと思っていますそんだけかなそんだけですねココナッツミルクはまあ一緒ですね朝昼晩でティースプーン一杯ずつ取るって形そんな感じです割とね豆乳が美味しくってね2キロペロっていっちゃうね <laughs> 割といっちゃう2キロ足りないって感じです2 5キロぐらいあるとまあまあ満足かなって感じですけどね そんなとこですね。あよかった。うん、ちょっとなんとかしたいと思ってた問題がね、うん、解決策が見つかった。まさかメープルレモン水とは思わんかったね。<laughs> あれで治るとは思わんかった。まああれおいしいからさ、うん、あれで治るんだったら万々バンバン歳って感じですね。1回目、ね、やってみてほしい。実際に。 うん、豆乳と海苔と夏目とココナッツミルクで一回やってみてそうするとね臭いおなら出るはずだ、うん、多分みんな出ると思うんだよみんなね、うん、この臭いやつかみたいな出ると思うんだよでその後でメープルレモン水も飲むようにしていくんだよ、うん、飲むようにしてみてほしいこうするとえ なんかおならの匂いが格段に減ったんだけどみたいな。なると思う。多分みんななると思う。まあ腸環境って全員同じじゃないからさ。まあ一概には言えない可能性もあるんだけど。多分ね。多分私と同じようになるんじゃないかなと思う。うん、まあ動物屋のものを食べとったら分かんないけどね。 うん、私もね、ずっと動物性のもの、肉とかね、取らずに来てるからさ。それで腸環境は、まあだいぶね、普通の食事取ってる人とは全然別物になってる可能性あるんでね。私は大丈夫っていうか、匂いしなくなったけど、他の人はどうかわかんないでね、うん。でもやってみてほしいですね。は <laughs> ちょっとびっくりする <laughs>。 あこんなことで消えるんだみたいな感じですね。まあそんな感じです。うん。したら、ちょっと眠くなってきたんでね。まあ歯磨いてねやと思ってます。もうあと1杯ぐらいメープルレモン水作って飲んどいてもいいけどな。うん。したら、おやすみなさい。 おはようございます。今日24日ですね。今日は5時起きです。5時に起きて、まあ、いつも通り17を15分ぐらいかな。やって、シャワー浴びて、髪玉やって、マッサージでマッサージした。ここですね,ね。そうやってないですね。今日。やれたらちょっとだけでもやりたいなと思います。今日も同じです。豆蔵豆乳入1キロと、黒のりを10枚。 あと、夏目は、こっちの夏目ですね、業務用スーパーの夏目。あのね、大きいやつ、これ、食べたんだけど、まあ、味は悪くないんだけど、種の周りのね、果肉がね、ちょっと食べにくいな、へばりつくっていうか、種にへばりつくんだよ。 で、いつもこれで撮ってんだけど、こっちだったらね、綺麗に撮れるんだけどね、そんな時間もかかんないし。ちょっと大きいナツメはね、そのへばりつき方がね、強力なんだよね。うん。でね、なかなか、思ったより時間かかるんだわ。で、グラム数は6グラムだから、まあこれ、 一個ちょっとぐらいのもんなんだよ。一個半っていうのかな、一個半ぐらいのもんなんだよ。だったら、業務スーパーのこっちの方をね、<laughs> 2個、2個食べた方がいいぐらいっていうかな、その方が、まあ早く食べれるっていうか、うん。ちょっと時間かかりすぎだね、これ。食べるのに時間かかる。まあ、トの周りの果肉をもう捨てちゃうんだったらね。 まあそう気にならないと思うけど、私はもう徹底的にね、無駄を一切ないように食べたいもんで。そうすると、まあこれは食べにくいな。うん、あまあ業務スーパーで買えるうちは、こっちはまあ買わないかなってとこです。うん、一応2袋を買ったけど、まあ試しにね。それはまあどっかで食べようと思ってます。休みの日だな、うん。休みの日に食べる予定で。仕事には持ってかないですね。 3時の休憩とか10時の休憩の時だとほとんど食べらんないと思うんで、これだと。時間かかってしょうがないんでね。まあ、種の周りについたのだけ後からね、ゆっくり取るっていうんだったらありかなと思うけど。うん。まあ、それだったらまあ、こっちでいいじゃん。いつも通りこれでいいじゃん。あと、ココナッツミルクですね。そんな感じかな。 うん、でメープルレモン水もまあ300ね持っていく予定です、うん、そんだけですね300どうしようかな600持っていこうかな今日は、うん、ちょっと量増やしてみたらどうなのかっていうのもちょっと見てみたいんでね今朝少しおなら出たんだけどねやっぱ少しだけ匂いがあるな完全ゼロってわけじゃなかった うん、メープルレモン水の飲む量をまあ増やしてみたら、まあ昨日の夜は、ね、40g 相当取ってるんであれ 20g 相当にしたらまだ良かったかもしれないんだけどね、うん、そんな感じでメープルレモン水は600ですね600持っていく予定ですこれだけかな、うん、したら準備していってきます 今、仕事から帰ってきて、シャワー浴びて、マッサージやって、洗濯物干したとこですね。で、これ、これ、夏目。ああ、でっかい夏目だね。でっかい夏目。内容 454g ですね。原産国、中国。ウイグル東トルキスタンかなで、作られて、 やつかなうん、もしかしたらいろいろ問題になってるところに関わってきてる夏目かもしれないんですけどこれがね一番大きいんだわ、うん、この間のやつこれがまあ一番小さくってで,ついでこれだよ、ね、ついでこれでこれが一番でっかいんだよ一番でかい。 この順番だね、この順番。こんな感じ。この順番これ、まだここしか見えないけど。で、まあ、これが今日来たってとこですね。何グラムなんだろう。8グラムぐらいかな。これ6だった。これが平均4グラム。これ6グラム。これ8ぐらいかもしれないですね。ちょっと味。 ジッパー付きだねいいねジッパー付きあなんかいろんプラの皿に入ってるねこれだよこの大きさだよね <laughs> でかいよね <laughs> こないだのこれが それこれでも大きいなと思ったのにさこれでも大きいなと思ったのにこれよりさらに大きいんだよこれねえ <laughs> すごいねすごいねこれ倍倍以上ありそうだよね、うん、まあここに入ってるのはこんな感じだもんねこのぐらいの大きさなんだよこれでもでかいなと思ったけどさ さらに上を行くでかさだね、これ。えー、夏目ってここまで大きくなるんだね。ね <laughs> もうなんか、品種が違うのかな物がなんか全然違う気がするんだけど。で、うん。味。うん。中一緒だね。あ、うん。食べ応えあるけど、味が、 味はそんな変わらんんかなそんなそに変わらんけどなんか業務スーパーの夏目が一番美味しい気がするそこまで違わないけどねただ <laughs> 一口の満足感が全然違うね <laughs> 種もでかいな、ね、これまあ当然だと思うけどでもね箱が潰れてたんだわ <laughs> めっちゃめちゃめっちゃ めちゃめちゃって言ったら言いすぎかな。うん。なんか曲がってる。ちょっと待ってうん。これ種ですね、うん。で、いつも食べてる夏目の種が、まあ、この辺、この辺なんで、このぐらい違うね。このぐらい違う。種だけ見てもね。 でもなんか食べやすいなこれこれがね結構種の周りがなんかへばりつく感じでさ身がなんかぐちゃってへばりついてんだよぐちゃっていうかべトっていうかベトっとねへばりついてる感じで食べにくかったんだけどこっちはそこまでなんか食べにくくないなだけど これ4袋で3000円なんだよね。まあそこまで悪くないよね。4袋で3000円なら。だ,らだいたい 500g ぐらいなんで2000で、2 k だよね。2キロで3000円。まあ業務スーパーのやつだと2キロで2000円だけどね。<laughs> ちょっと割高なんだよ。1.5倍ってとこですね。まあでも、この大きさでね、思いっきりかじれるっていうのはでかいよね。<laughs> こうやって。<laughs> でかいよね。まあそんな感じです。いろんな夏目を味わってみるのはいいかなと思うんで。味はそんなに違わないな。うん。味そんなに違わない。やっぱあのミッキープルーンとかのああいうプルーンですね。プルーンっぽい味もあるんだけど、でもプルーンとはちょっとまた違うっていうのかな。あんなに あそこまでくどくないっていうか、もっとなんか、あっさりって言ったら言い過ぎかな。うん、まあ、程よい甘さがあって、うん、ちょうどいいって、私はちょうどいいと思うね、これ。すごい食べやすいし、う,ん、うまい。うん、マジうまいです。うん、で、生薬だからね、漢方の生薬だから。うん、でしたこれ、まあ、数数えて、だいたい平均1個あたりのグラム数割り出して、 で今日はこれ食べていこうかなと思ってますうんあとはいつも通りですね豆乳 1kg と海苔5枚全傾5枚ですねで夏目はこれうんでココナッツミルクはまあティースプーン1杯ほど取って、うん、これですうんかなうんそんだけですねあと水をちょっと取るかもしれない今日はあのー、これ こっちにレモン水入れて、こっちにメープルレモン水入れて、両方300で持ってったんだよ。で、午前中レモン水飲んで、午後からメープルレモン水だったんだけど、レモン水の方が、なんか、おならが、臭くないっていうか、うん。メープルレモン水よりもレモン水の方が、おならがあんまり臭くない、ように感じた。今日はね。 ただ時間帯のこととかいろいろ関係してくるかもしれないんで。ま、今後またもうちょっとね、試してみるけどね。いろいろね。レモン水だけで1日やるとかさ。それでまあ2、3日やってみて。で、今度はメープルレモン水で2、3日ね、やってみてとか。ま、いろいろ試してみようかなと思ってます。もしかしたらレモン水だけの方がいいかもしれない。 この夏目食べた時に出る臭いさならね、あれを消す方法としてね、レモン水ですね。うん。まあ今は広島レモンのレモン果汁を使ってるけど、まあおそらくどれでもいいんじゃないかなと思うけど。まあ味はね、広島レモンのレモン果汁、これが、これが圧倒的だったんでね、<laughs> もう他のやつは買えない。 他のやつも試したけどね、もう味が全然違うんだわ。これ作るんならもうこれ。広島レモンのこれですね。作るんならこれ。値段ちょっと高いけどね。高いけどね、もう、もう全然違うから。味が全然違うから。飲んでるら分かるっていうとこです。まあそんな感じです。したら、まあゆっくりします。 え今日の結果報告です。今日3月24日木曜日ですね。実験生活1439日目。大体のりと夏目と豆乳で生活実験41日目です。天気は晴れ。今日はずっと晴れてましたね。で睡眠時間6時間半、えー。昨日の午後10時半から今日の朝午前5時までの6時間半ですね。 で、ジョギングなし、ウェイトトレーニングなしです。あと飲食が、飲んだもの。まず豆乳2キロあと水1200ミリ。まあ、1200ミリだけど、ちょっと水こんだけ残ってるんで。で、え固形物、星乗り15枚。夏目。普通のあの、業務用スーパーで買った普通の夏目を36個。 と大ですねこれ、これ大夏目ね。<laughs> 大夏目3個。で、特大夏目がこれね。これが特大夏目、ね、新疆ウ,ウイグル三のやつですね。東トルキスタンさんですね。を20個。<laughs> 20個食べたの。これ、これ20個食べたんだよ。<laughs> さっき <laughs>。 取りすぎだっちゃうね <laughs>。これね、美味しいよ。美味しいっていうかね、あの、あの、業務用スーパーと味が、まあ大体同じ感じぐらいですね。うん。なんで、美味しいんだわ。美味しいんだけど、あの、物がでかいもんで、すっごい食べ応えがあるっていうのかな。<laughs> すっごい食べ応えがある。で、あと、その種の周りもね、 変なくっつき方してないもんで、うん、食べやすかったよ。まあ、あの、種がね、種の先端がすごい尖ってるんでね、あれだけちょっと要注意だけどね、口の中でね、うんまあ、刺したり飲み込んだりとかしないように気をつけなきゃいかんけど、うん、味はいいね、うん、美味しい十分って感じです。で、あとココナッツミルクをティースプーン3杯ですね。 ま、こんだけです。尿回数8回出てて、濃さ薄め。あと平均的な濃さ。量は平均的な量でした。平均的な濃さは朝ですね。早朝。一番寝起き、一番最初の尿が、まあ、平均的な濃さ。で、だいぶ2回ですね。2回出てます。1回目朝ですね。会社の、まあ、トイレですね。で、細バナナ状40センチ、プラスソフトクリーム状で50ミリくらい。 で、柔らかめってところです。2回目お昼。で、細バナナ状20センチ。まあ、柔らかめってところですね。うん。まあまあ、このぐらいといい感じですね、うん。で、おなら時々ありで、匂いはなしから少し臭いってところです。で、今日の気づき。まあ、まず大便がまた前の状態に戻ってきたね。ようやく。うん 前こういう感じだったんだよ。朝と昼に必ず出てたんだよね。うん、だけど、あの、昆布。昆布をやめたら急に出なくなってね。うん、不思議なもんだね。<laughs> うん、あの、すき焼きのタレですね。あれ作るときに昆布の粉末を入れるんだけど、 切れないやつを作って1日だけね1日だけそれでやったら急に出なくなったね一気に腸環境がさ悪くなっちゃったのかなってそれが戻ってきたねまた出るようになってきたってとこですで今日の気づきとしてはねま,あまずこのウイグルの夏目ですね新疆の夏目は1袋 454g でね全部で40個入ってたんだよ40個なのでまあ 1個あたり約1 1ムですね。1 1ム、まぁ、あ、1 1 3 5ムだけど、まぁ、あ、1 1ムってところです。これ1個1 1ムだよ。なので、あの、小さな業務スーパー用の、まあ最初小さいと思ってなかったけど、あの、業務スーパー用のやつが1個4ムだもんで、まああれ3個分だよね。3個分。3個分だけど3個以上ありそうな感じするけどね。 まあ大きさにばらつきあるからね、これ。うん、あのー、夏目ってさ、乾燥させてるもんで、割と軽いんだよね。うん、で、あとまあ、仕事終わりの時だね。もう4時過ぎかな ?4 時過ぎになんか若干胸に弱い痛みが出たね。た、うん、もんで、あの、業務用スーパーの夏目ですね。業務用スーパーの夏目。 これねこれこれの夏目、うん、ちょっと見えにくいけど、うん、この夏目は4040 40個か、うん、仕事に40個持ってってるんだけど40個だとちょっと多いんじゃないかな今日はこの業務用スーパーの夏目36個ですけどねでこれを3個まあ持ってってるわけだけど、うん、まあ 一応グラム換算だと40個ってとこですね。うん。まあこれだとちょっと多いんじゃないかなってとこです、ね。やっぱ30個ぐらいにしといた方がいいんじゃないかなってとこです。うん。なんだけどね、さっきこれ食べたらね、これ20個食べたんだよ。20個食べてもね、胸の痛みとか出てこないんで今んとこ、うん。調子いいんだわ。なんだろうね。う <laughs> ん。なので、 この業務スーパーの方だけ、もしかしたら出るのかもしれない。あるいはこれとこれだけ出るのかもしれない。この、ウイグルの夏目は大丈夫なのかもしれないですね。な作り方がいいのかもしれないってところです。もしかしたらね。なんか農薬関係とかなんかあるかもしれないですね。 前魂に聞いたら農薬とかそういうのじゃなくってなんか栄養面って栄養の取りすぎとかぽかったけどな,なんか今んとこっていうか今日取った限りだと出てこないんだよね、うん、胸の痛みが出てこないから調子がいいって、うん、だ食べ方とかあるかもしれないんでねなんで仕事にちょっと一回持ってってみようかなと思ってます明日ね 明日、この、ウイグルの夏目を持って行って、で、仕事で食べてみる。で、その時に出るかどうかはね、胸の痛みとか。まあ、十中八九出るんじゃないかなと思うけど <laughs>。そう、そこまで違うんじゃないかなと思うけど。でも一応もしかしたらね、もしこれだけ出ないのであれば、胸にね、胸に痛みが出ないのであれば、 まやったって感じだね。はあ、そしたら、もう業務スーパーの買うのやめてさ。<laughs> これだけ、これだけ毎回買うっていうね。アマゾンで。ちょっと値、ね、割高だけどね、値段的に。うん、まあ、それでもね、健康面の方がはるかの大事でしさ。って思ってるところです、うん。これは、ちょっといまいちだな。うん、食べにくいし、うん、まあ、 買わないかなって感じですけどね。そんな感じです。ちょっと電池が切れるんで。で、明日も同じだね。んで、この、この夏目を持っていくっていうことぐらいかな、うん。あ、一応ね、メープルレモン水は作っていこうかな。メープルレモン水。明日はちょっとメープルレモン水だけでやってみようかな。それでどんな感じか見ようかな。 豆乳と、豆乳仕事に1キロですね。で、海苔は10枚。で、夏目はこれを、15個だね。15個。うん。15個そ。大体40個と同じぐらいのグラム数になるもんで。まあ近いぐらいになるもんで。15個。で、まあココナッツミルクはまあ今日と一緒って感じですね。まあそれでちょっとやろうかな。 うん、でメープルレモン水は6 0 0 m ですね持っていく予定ですそんだけですねしたらちょっとね地味に眠いんでね、まあ、10時には寝ようかなと思うんで今から歯磨いてね寝ますうんそしたらお休みなさいえおはようございます今日は3月25日金曜日ですね 今5時34分、朝ですね、早朝。で、起きたのは4時ですね、4時、4時、4時5度、ね。で、その後、柔軟やって、ストレッチですね、やって、で、シャワー浴びて、髪棚やって、で、マッサージチェアでマッサージして、で、今ここで瞑想ですね、10、 20分ぐらいかな。20分ぐらいって言ったとこですね。で、今日は、これ持っていくんでね。新居のウイグルのナツメですね。この大きいやつ。で、20個昨日食べたんで,で、残り20個あると思うんで。で、今日20個。これ20個ですね。通る予定です。 一応仕事には、まあ、このまま、この袋のまま持っていくんで。で、仕事中、日中ですね。日中15個食べる予定です。一応ね。ま、あ20個食べてもいいんだけどさ。15個ぐらいの予定です。一応ね、あの、1日あたり、あの、業務スーパーのちっちゃい夏目で、ま、あ50個ですね。50 だと 200g、ね、200でこれ20個これ1個 11g なんでまあ20個だと 200g ちょっと超えるぐらいなんだけど干まああれで60個相当かな業務スーパーで60個相当とまあいいところかもしれないんで業務スーパーので60個だと 240g だよね 240g だと、まあ、ちょっと、これ20個よりは、ちょっと多くなっちゃうぐらいなんで、まあ、55個ぐらいかな。55個ぐらいと同じぐらいかな。で、まあ、一袋、これ一袋 454g。まあ、実際454じゃないと思うけどね。このでかいので、グラム単位で、 ねえ、入れるってちょっと無理だと思うんで。うん、だ大体そのあたり狙って入れてはいると思うんだけど。プラマイ 5g ぐらいは違ってると思うし。1個 11g ぐらいだったらね。うん、でまあ 450g ぐらいってことは、まあ225だよね。うん、まあ 454g だったら227だから。 20個で 227g ってとこですね。これをまあ1日の量ですね。1日の量、まあ上限として今後取っていこうかなと思ってます。まあ調子良さそうなんでね。昨日の夜20個取った時点でかなり調子良かったんで、なんか胸の方も全然なんか痛み出てこなかったし。 仕事の夕方だね。夕方頃に痛み出てきてたのに、夜これ20個、夜これ20個取って痛み出てこなかったからね。お腹がいっぱいになった状態で入れてるってわけでもないし、だからなんかその、うん、大豆加工食品ね、生揚げとかさ、ガンモとかそういうものをいっぱい取って、その後でね、食べたんだったら、 まあ、栄養素をね、あんまり吸収してなくって大丈夫だったんじゃないかって話になるけど、そういうわけでもないんで、いつも通りの海苔と豆乳取ってただけだし、海苔も5枚しか取ってないんで、それでまあ出てこなかったってことは、これいいかもしれない。なんか業務スーパー用のあの夏目だと胸に痛みが出てくるんだよね。 だけど、ウイグル産の夏目だと出てこないっていうね。まあ今後、特大夏目っていう呼び方しようと思うけどね。特大夏目。ウイグル産の夏目でもいいけど、うん。ウイグルっていう名前自体がね、うん、使っていいものかどうかっていうところがあるからね。うんまあ、東トルキスタンって言った方がね、 いいいかもししれないしあるいはウイグルっていうね行った方がまあ伝わりやすいっていうのもあると思うし東トルキスタンとウイグルってまあね同じところなんだけど、うん、ちょっとあの辺はあの問題が今あるじゃんいろいろとね、うん、あのユニクロとかさ、うん、太陽光パネル問題とかあるじゃん、うん、調べたらね出てくるけどさその人,人権問題っていう か、民族問題っていうのかなの。ジェノサイド問題っていうのかな。ね。あるじゃん。まさにそこに関わってくるもんで。うん、まあ、デリケートな部分あるんだけど。なんで、まあ、一応特大ナ爪っていう言い方しようかなと思ってます。なんで、まあ、今日持っていくのはこれですね。豆乳 1kg。で、海苔10枚。黒海苔10枚。で、ナツメ20個。 あとこれココナッツミルクはスプーンで2杯ほどですねティースプーン2杯ぐらいを持っていく予定ですそんだけかなああとメープルレモン水ですねメープルレモン水も600今日600持っていく予定ですそんだけですね ここにね入れていく予定です水まあちょっと残って、まあ、これ飲んでね空にした後入れる予定ですそんだけかなうんしたら、まあ、今から準備してで行ってきますえ今仕事から帰ってきてでシャワー浴びてだけかな <laughs> で上がってきた洗濯機回して上がってきたところです えー、今日の夜も一緒ですね豆乳1キロとあと水と海苔は全計5枚で夏目がこれ5個、うん、ウイグルの特大夏目ですね、まあ、特大って、まあ、言っていいと思うんだけど、うん、特大夏目これが5個あるもんでその5個食べてまあ足りんかったら このえ、大夏目ですね。大夏目。うん。あとは、ココナッツミルクを少し、っていうかまあ、スプーン一杯。そんだけかな。そんだけですね。まあ、いつも通りですね。<laughs> で、今から、マッサージやって、で、ゆっくりします。こんなところかな。これいいよ。<laughs> めっちゃいい、これあ。食べ応え、もう、 最高。最高だな食べ応え。めっちゃいいわ。買うならこれだな。ここの、会社はね、金星貿易株式会社。長野県ですね。長野市。長野市。長野県だな。内容量 454g。原産国は中国ですね。これめっちゃいいわ。この大きさだよ、この大きさ。 買うんならこれだなと思った。まあ美味しいけどね。あの、業務スーパーのやつも美味しいし。これ、平だけちょっと食べにくいな。まあ悪くないんだけど、種の周りがなんかね、ね、ちょっとしてるんでね。ちょっと食べにくいけど。まあ問題、問題ないんだけどね。これはね、なんか胸のあたりがね、あんま痛くならない。まあ量の問題もあるかもしれないけど、 昨日と今日とを撮っててさ、うん。今日はね、胸のあたりね、一応あるにはあったんだけどさ。なんかその、夏目を食べた時に出るやつとちょっと違ってたんだよね。うん、なんか肉離れの時の痛みっぽかったんだよ。<laughs> で、このあたりだね、このあたり、うん。胸のちょっと左っていうのかな。脇の下の、そのさらにちょっと下あたりっていうのかな。 その辺のね、肉離れ、肉離れでいいと思うんだけどさ、言い方。なんか朝もお尻のあたりがなんか肉離れの痛みっていう、がちょっと出てたんだけど。まあそれだと思うんで、多分夏目を食べた時に出る胸の痛みは今日は出てない、おそらくね、おそらく出てないでいいと思う。あるにあったけど、多分違うやつだと思うから。 まあ今後これも使っていくもんで、実験として使っていくもんで。で、その胸の痛みとかが出るかどうかはね、まあ確認していくけどね、ずっと。今日だけじゃなくってね、うん。今日使った、昨日と今日と食べた感じすごくいいですね。今までで一番いい。業務スーパーよりもいいって感じですね。まあ買うんならもうこれ一択かなってとこです。うん、私はね。うん ただ値段的には業務スーパーが一番安いんで。うん、まあ、あんまり食べすぎなきゃね。1日50個ぐらいに抑えるんだったら、まあ業務スーパーのやつでもいいんじゃないかなって。うん。でぶ、ね、200g くらいってとこですね。そんなところです。そしたら、まあ、今からマッサージしてゆっくりします。 おはようございます今3月26日土曜日午前9時5分ですね、うん、今日4時半ぐらいに起きてでその後ストレッチやってでシャワー浴びて髪棚やってマッサージやってでこっち来てで瞑想してたんだよねでちょっと瞑想してで なんか、眠たい感じが少しあったもんで、横になって、アイマスクと耳栓した状態でね、椅子でね、椅子倒して横になって、ってゆっくりしてたんだよね。寝てはないんだけど、完全にこう、あの、寝落ちはしてないんだけど、一応、まあ、考え事をずっとしてたみたいな感じかな。うん、あるよね。 考え事して、まあ横になって、で、ゆっくりしてたみたいな。まあそんな状態だったかなっていうところです。寝落ちしてないから、まあ睡眠には入らんかな。睡眠時間には加えなくていいかなと思うけど、んまあ、睡眠に片足突っ込んでるような感じかな <laughs> っていうところですね。で、今日は金曜日分の、金曜日分の、もうちょっとノート、 ノートがあれなんでね、ナンバー、ナンバー7、ナンバー7のノートが完了したんで、土曜日からですね、今日から新しいんだけど、まあ、きのの金曜日分の結果報告と、あと体重血圧ベストですね、計測。これはまずやっていこうと思います。うん。そんだけかな。それ終わってからだね。終わってから。 ああ飲食だね <laughs> なんか欲しいんだけどさ豆乳でもいいから飲みたいんだけどさ、まあ、計測してからの方がいいよなと、ね、まあそんな感じですそしたら、まあ、9時ですね9時に計測ってことで始めていきます ベスト測っていきます。正面、側面、背中。七十三ですね。血圧百七の七十です。三月二十五日金曜日の結果報告です。 実験生活1440日目、だいたいのりと夏目と豆乳で生活実験42日目です。天気晴れ、睡眠時間6時間、えー、木曜日の午後10時から金曜日の朝午前4時までの6時間ですね。で、ジョギングはなし、ウエイトトレーニングもなしです。あと飲食が飲んだもの、豆乳2キロと水1 5 0 0リ。で固形物が星のり15枚。 特大ナツメ20個プラス大ナツメ41個ですね41個だよちょっと取りすぎだっちゅうねでココナッツミルクをスプーン2杯ですねティースプーン2杯でメープルシロップ 10g レモン果汁 10g ってところです尿回数6回出てて濃さ薄め量は平均的な量でした大便が今日3回ですね3回出てます 1>, 1回目朝でヘドロ色細バナナ状3 0ンチプラスソフトクリーム状で5 0ミリくらいでまあ柔らかめってとかですね2回目お昼で同じくヘドロ色細バナナ状4 0ンチですねまあ硬さは同じですねで3回目夜ですね同じく色ヘドロ色で下痢2 5 0ミリくらいです あ匂いは少なかったよ。割と少なかったですね。ちょっとあったかなってとこですね。うん。1回目と2回目は、があ、会社のトイレだもんで、学校じゃない、会社のトイレなんで、自動脱出機能付きなんで、ちょっとわかんないですね。で、おならは時々ありで、匂いはなしからそこそこ臭いってところです。まあね、なしっていうか全然あの、匂いを感じない時もあったんだけど、 なんだけど、やっぱ少しね、少し匂ってくる時もあったんで、うん。まだ完全に無臭になってるわけじゃないですね。うことです。え、今日の気づき。まあ、気づきとしてはね、まずあの、夏目ですね、夏目。あの、ウイグルさんの特大夏目ですね。あれがね、いい。<laughs> かなりいいね、あれ。うん。会社に持って行っても、あの、 食食べべえがあるっっていうか食べやすいっていうのかかやすのな前の業務スーパーのちっちゃいやつあれをちょこ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 食べてるとねあ3時とか10時の休憩じゃあね、うん、時間かかってしょうがないんだ <laughs> だけどあのウイグルのなずめだともうガバッとねガバッと食べれるんで食べ応えもあるし味も美味しいし。 味は同じ感じなんだけどね業務スーパーのと味はそう変わんないんだけど一口の量が大きいもんで,なので満足感がでかいっていうのかないいですねあれかなりいいですねで良かったっていうのとあと何かねあの業務スーパー 業務スーパーで買ったナツメはこの胸の辺りだね食べてると胸の辺りにねまああんまりたくさん食べてるとね、うん、たくさん食べてると胸の辺りになんか圧迫感っていうかズンとした感じとかなんかちょっと痛い感じがしてくるんだけど、うん、痛いって言うはまあ、痛いって重,重く痛みが出るっていうのかな、うん、あるんだけど今のところウイグルさんのやつはねないんだよね、うん まあちょっと出たんだけどちょっと出たんだけどたあれ違うやつだと思うんで <laughs> 別の要因出たやつだと思うんで、うん、この辺りはねこの辺りはんかちょっと肉離れみたいな感じになってね、うん、これでやっぱ仕事中にさ段ボールとかね商品に詰まった段ボールとか持ったりするじゃんなそういう時になんか <laughs> ちょっと肉離れみたいな 起こしたというかうんちょっと段ボールのね角がね胸の辺りに当たっちゃったんだよね、うん、でその辺の影響がまああったと思うんでその後はねなかったかなかったんだ痛みとかそういうのなかったんで多分で関係ないと思うんでだからまあそのウイグルさんの夏目は今のところ出てこないんだよね、うん、胸の痛みとが出てこないから体にいいんだわ あの業務用スーパーのやつよりいいっていうのかなまあ値段もちょっと高いんだけどアマゾンってね送料無料になってるけどもともと送料をねあの入れ込んだ値段で売ってたりするからちょっと高いんだわだその辺があるもんで実際はねそう業務スーパーで買うものとそう変わんないぐらいじゃないかなと思うんだけど 多分アマゾンで買うもんでちょっと高いんだよねうん送料別にしてくれたらまとめ買いねできるじゃん送料込みだと全部に送料込みの値段に入ってくるもんでいくつかまとめて買うとねものすごい損なんだよね <laughs> そうそういうのがあるからさあんま買いたくないなアマゾンではねって思うんだけど まあでも買うんだったらあのウイグル産のナツメあれ一択かな今のところうん買うんだったらねあれが一番いいかなって思ったうんあと夜ね夜大ナツメってやつだね大ナツメ袋のやつこれねこれ大ナツメ特大ナツメがこれね、うん これでもね、アマゾンだと超大粒とか書かれてたんだよ。これでだよ。これで超大粒って書かれてたねだ,だったら、まあ、ウイーグルさんのこっちはどうなるんだって思うんでよね。<laughs> これで超大粒だったら。うんうんまあ、で、この大ツメですね。まあ、食べた感じね、やっぱね、その種まわりがね、すごいねちょっとしてんだよね。ねちょっとしてて、べちょってくっついてんだよ。身が。 何、うん、ていうのかね蜜が多いのかな糖が多いのかな、うん、でね甘さもねやっぱりねちょっと甘いんだわ、うん、あの業務スーパーのとかウイグル産の夏目に比べるとねなんかちょっとね甘さが強い気がしたうん強い気がしたなのでより甘い方がいいんだったらこれですねより甘い方がいいんだったらこれ。 だけどまあそんなに甘さ必要ないよね <laughs> 割とね十分な甘さあるんで、うん、まあこんだけ甘かったらいいでしょって感じなんでだからウイ,グルあのウイグルさんが一番いいと私は思うんだけど、うん、よりねより甘い方がいいって人はこの大納豆の方ですねがいいかなってとこですこれどこだったっけな「声優商事」うん まあ、生産のせい生活のせいに友達の友ですね声優商事っていうところですね大阪なんで大阪の堺市が輸入者ですねでだあー、えー、とアマゾンだとね東洋ツバメの巣ってところが出してたかなうんでまあ食べた感じね問題なかったんだよ全然胸に痛みとかね出てこなかったんだよこの大夏目め うん、結局まだいけるのかなまだいけるのかなって10個ずつね食べてったんだけど最終的に全部袋を全部食べちゃったんで残ってたやつ41個食べちゃったんであれまあ開封した状態だったんだよねまあなんで、まあ、先にね先に他のやつ開ける前にね食べきっちゃおうかなと思ってたんだけど結局全部食べちゃったね、うん、で全部食べてもその痛みとか出てこなかったからもうあれれって感じだね <laughs> 調子が良かった、うんでまあ買うんだったら業務スーパーのよりもアマゾンでねこの大夏目かウイグル産の特大夏目ですねを買った方がいいかもしれないですね、うん、ちょっと値段高いけど。 まあでもあの胸の痛みはやばいんであれが出ないんだったら多少値段高くてもねこっち買っちゃうって感じですねただなんかねあの口コミとか見てるとねおっきい夏目のやつはねリピートするリピするたびにねだんだん小さくなってくるみたいな話がちょっと乗っかってたりしたらない。本当かどうか知らないけどうんんかそういう商品もなんかあるみたいな だけど一つ一つまあ一つ一つ袋に入ってるわけだからさそこまで選別されるのかなって気もするけどなまあ多少小さくたって総量っていうのかなうん袋に入ってる量のグラム数は一緒なわけだしまあもうそう気にしなくてもいいだろうとか思うけどうんただ大きいのが欲しくて買うわけだからね大きくなかったらダメじゃんなだったら違うの買うわみたいな話になるわな <laughs> まあそんな感じです業務スーパーが一番安いんだけどまあちょっとね健康面に何ありかなっていうところが分かってきたんでまあまだちょっとやり始めなんでね何とも言えないけどもしかしたらこれでもねこのウイグルさんでもあの声優商事の台の集めでも出てくる可能性はあるんでやってたらねああやっぱりこれでも出てくるんだみたいな、うん、それだったらまあ一番安い業務スーパーのやつでもいいし ただ、業務スーパーのやつを食べるのめんどくさい。めんどくさいっていうか、そうめんどくさいほどめんどくさいわけじゃないんだけど、あのウイグル産の夏目を食べるとあ <laughs> あの、業務スーパーの夏目小さすぎて、ちょっとめんどくさいなって感じるようになるかもしれないですね。あうん、まあ、その辺はコーニーかなっていうところです。どちらにしても業務スーパーがなかったら買えないもんで、 ほはまあとかねネ,ットで買うネットで買える範囲のものを試すしかないって話になるからでこの2つはネットで買えるもんで少なくともアマゾンには売ってるってとこですなんでまあ全ての人がね試すことができるんじゃないかな今の時点ではね扱ってる間はねってとこですまあそんな感じです このウイグルさんのやつは金星貿易さんなんでね、まあ、金星貿易さんに直接電話とかねメールして買えるのであれば買うのがいいと思うし買えなくてもどっかねおろしてるお店っていうのかなを教えてもらってね そこで買うっていう手もあるしまあ全国どこにでもってことはないと思うんで東京とか大阪とかだったらねどっか卸してるお店あるかもしれないけどねとりあえずは業務スーパーのやつがまだあるもんで、うん、そっちを使っていこうかなと思ってますうんその感じで割と調子が良かったこれ2つともあの魂がさ、まあ、OK 出したやつなんだけど 食べてまあ、そんなにね反応すごくいいわけじゃなかったけどね反応すごくいいわけじゃなかったけどまあ一応 OK だったってやつですねで他かの夏目はね Amazon で今調べてて他のの夏目はねダメだったんだよノーだったんだよ、うん、ノーなんだけどなんだけどこの2つは OK だったんだよね、はあ、で実際買って食べてみたらさ調子がいいっていうね まあこの大夏目はちょっとねやっぱせん種の周りねちょっとしてるんで少し食べにくさはあるけどねだけどね慣れた <laughs> もう慣れたね <laughs> もう大丈夫って感じなのでまあどっち買ってもいいかなってとこですねだけどまあ選べるんだったらなあのウイグルさんだねウイグルさん一択かな、うん、かウイグルさんが買えるんだったらもうウイグルさんだけ買うみたいな であれ40個あるもんで最終的に3個だね3個に持っていきたいなと思ってる朝夏目1個で海苔も1枚とかさで昼も夏目1個海苔1枚夜も夏目1個海苔1枚みたいな <laughs> で豆乳は1日で1リットルとかねこれでやるみたいな うん、であとエネルギーが足りないとかあとまあちょっともしかしたら肌にもいいかもしれないんでココナッツミルクもまあ極少量ね取るみたいなそれでちょっとやってみたいなとか思ってんだよね、うん、ただ今の仕事はとちょっとねかなり動くもんでもう頻繁に動くもんで、うんまあ、商品の詰まった段ボールとかをね持ち上げてね運んで下ろしてみたいなやるから。 まああれだとちょっと難しいかなって <laughs>。まあやりたくないなっていう感じがするんで。もう少しね、もう少しそういうあの量を減らしていける仕事にね、つきたいなと思ってる。ついてで実験していきたいなと思っているところです。量を減らしていく実験ですね。やっていきたいなって。まあそういうふうに思っているところですね。 で、今日はあの、メープルレモン水を2杯ですね。600ミリを会社に持っていって、で、600ミリでやってるんだけど、まあ、それでもちょっと出るんでん、メープルレモン水よりも、もう、レモン水とか、レモン水。レモン水でレモンの量も、まあ、ちょっと増やすとかねうん。少し濃いめのレモン水っていうのかな。今、5グラムでやってるけど。 5g ぐらいがね、ちょうどいいんだよな、味的に。うん、メープルレモン水が一番美味しいんだよね。だけど、おならの臭いのを完全にゼロにするには、もしかしたらね、ちょっと濃いめのレモン水を作った方がいいのかもしれないって思ったところですね。メープルレモン水だとちょっとなんか、不十分っていうか、うん。まあ、おならはね、あの、 すごくあの臭くなりにくいっていうかあの匂いはね匂いはだいぶ下がるんだけど、うん、強さが弱くなるっていうのかな、うん、匂いのきつさがまあ和らぐんだけどメープルレモン水飲むとねだけどまだちょっとあるもんで、うん、ゼロにしたいんだよゼロにだからまあレモン果汁をもう少し多めに入れてみようかなって思ってるとこですでメープルなしでね ちょっとやってみようかなまあそんな感じです。で、あと計測の方ですね。今日の計測時刻午前9時頃です。先週に比べて1時間ほど早いですね。まあ、そう影響はないと思うんで。で体重64.80キロ。先週に比べて0.25キロの減少です。なんで、まあ、体重ちょこっとだけね、ちょこっとだけ減っています。 BMI20.5 で変化なし体脂肪率は13.3%で1.5%の減少です。だから体脂肪率だいぶ下がったね。先週があのガンモとかね、トロ生ゲットもろこしガンモ取ってるんでね、その影響が割とでかいんじゃないかなって思うんで、まあ、体重にせよ体脂肪率にせよね。体脂肪率、 先週0.7%増えてるんでね。で、今日1.5%だから、うん、<laughs> 先週超えてさらに下がったね。先々週が14.1%だったんだよ。だから先々週よりもさらに下がって13%。13%台ってのかな。13.3%ならいいよね。体脂肪率13.3%だよ。いいよね。この数字。なかなかいいよね。 血圧107の70最高血圧プラス2最低血圧マイナス1なんで血圧は変わってないですね。脈拍63でマイナス13ウエスト73センチで1センチの減少です。まあ先週がね、生トロ揚げともろこしガンも食べてるんで、あれでウエスト1センチぐらい増えてると思うから。うん、なんまあこんなもんじゃないかなってとこですね。うん。なんでので海苔と夏目と、あとココナッツミルクと豆乳ですね。 うん、でやってたらまあいい感じになるな体脂肪率もいい感じだし血圧もめっちゃいいよねこれ <laughs> めっちゃいい筋だよねでウエストもいい感じにね、うん、細くなるっていう、うん、いいんじゃないかな体重はもうちょっと減らしたいけどなまあ、うん、20.0までね持っていきたいなと思ってるとこですけどね このままやってったら緩やかにね、減っていくんじゃないかな。まあ、今回あの、大夏目41個取ってるからね。あれがなかったら体重もだいぶもうちょっと減ってったと思うし。体脂肪率もまあもう少し減ってたかもしれないですね。うん、で、今週の気づき。今週は、まずおならだよね。おならが、 まあそのメープルシロップでね <laughs> 臭いのが、まあ、減るっていうか、うん、正常に戻っていくっていうのかな、うん、おならが臭くなくなっていくっていうのが分かったっていうここがまずでかいところですねあれあれって今週でよかったよな、うん、あと夏目ですね夏目、うん、あのこのウイグル産の夏目ですね これがすごい、すごいっていうか、でかいんだよね。今まで夏目ってね、このぐらいの小ささだったじゃんね。これが普通だと思ってたんで、今まで私は。あ、こういうもんだって、こういう木の実なんだって思ってたんだよね。そしたら全然違ってたね。こんなでかいのか、みたいな。品種が違うのかな、あれ。 ね、品種が違うのかその大小さまざまつくんだけどそっから選別されて分けられているのかおそらく品種だと思うけどなまあでもあの大きい夏目あれだったら1日3個みたいなね、うん、そういうのも実験としてやれるかなって思ったあの業務スーパーのちっちゃいやつだとね1日3個は無理だろうとかさすがに。 あれ無茶だろうとか思ったけど、うん、ウイグル産の夏目だったら1日3個でやれるかもしれないんで、うん、やれそうな気がするあれだったらねかなり絞ればね、うん、だから断食レベルまではいかないけどかなりまあね超粗食・小食ってのかな、うん、のすごく少ない量でやることになるから。 これ、あのー、新鮮度のね、仙人修行にもってこいだと思うし、あと若返りしやすいんじゃないかな。若返りの幅がでかいっていうのかな。うん、今までやった経験からいくと、やっぱね、食事の量をね、減らすとね、まあ少なくするとね、少なくすればするほどね、若返りの幅がね、でかくなっていくっていうね。うん、そういう感じなんだよ。 でこの間、フろふろシメソッドも完成なんじゃないかなって、ね、話した、うん、豆乳2キロですね、豆乳2キロと納メ業務用数番の納メ80個だから、うんまあ、320g ってとこですね、320g と、あと、海苔15枚ですね、海苔15枚とココナッツミルクをまあ少々ってとこです。うん ティースプーン3倍ぐらいですね。まあこの辺でやると若返っていくっていうのかな。分かってきたんだけど、うん、さらにそこからもっと量を減らすね。海苔もまあ15枚って5枚ずつね朝昼晩と取ってるんだけど、あれを3枚にしたらまたね若返りが良くなるんじゃないか。あとさらにもっと1枚にしたらね、良くなるんじゃないか。 あれがね、どの量が一番若返るのかっていうのをちょっと見たいんだよね。一番若返る量。5枚がね、あの、のりにも栄養があるもんで、若返りにね、プラスになるわけじゃん、栄養って。なので、あんまり少なすぎても逆にマイナスになる可能性もあるわけだよ。だどの量が一番いいのか、実は5枚が一番若返りする可能性もあるし、もっと少ない方がね、3枚ぐらいの方が一番若返る可能性もあるんだけど。 そこもちょっと見ていきたいんだよねあと夏目だ夏目も何グラムでやるのが一番若返るのか300グラムよりも200グラムのが若返るのかねあるいは100グラムだったらもっと若返るのかそこも見ていきたいんだよね、うん、だ栄養が何ていうのかな少なすぎてもダメだと思うしダメっていうか若返りしづらくなると思うしで多くてもダメなんだよね でまあ今までやった感じだと多い方が若返りしないのはもう100%間違いない <laughs> これはも散々やってきたんでね少ない量でやる時にその仕事がやれる範囲じゃなきゃダメだから仕事がこなせるレベルじゃないとねそれ以上に落としちゃうと、まあ、意味ないっていうか仕事に差し支えちゃうから。 仕事がね、なんとかできるレベルでもっともね、量を下げたところが、まあ一番若返るところかなとは思うんだけど。で無理すると続かないから、ああそこも問題なんだよね。無理しないように徐々に徐々に減らしていくみたいな、ああそういうやり方がまあ一番いいんじゃないかなと思ってます、うん。なんで、まあ今後ね、今後も実験としては、ノリと夏目と豆乳の実験をするんだけど、 量を減らしてていいくっていうね量を減らしていく、うん。まあとりあえず今週分かったこととしてはまあレモン果汁がねレモン果汁が臭いおならを和らげてくれるっていうのとあとうまくいったらもしかしたらねおならの匂いを完全にゼロにできるかもしれないっていう可能性もあるんだけど。 あと夏目はアマゾンでね買えるこのウイグル産の夏目がでかくてねこれがまあ胸にもいいかもしれないんで胸が痛くならないかもしれないんでね体にとってねすごく有用な可能性が出てきたっていうまそういう話ですねウイグル産ウイグル産だけじゃないけどまあこれも一応良さそうではあるけど、ね うん、まあでも買うんだったら個人的にねウイグル産のやつ買うかなってとこですねうん、うん、まあそんな感じです夏目は良かった、うん、業務スーパーのやつはいつ消えるか分かんないしさあれあと胸の痛みも気になってたもんでこれちょっとやばいなと思ってたから、うん、それがなくなったら大きいよねね、うん、まあアマゾンもねいつまで買えるかっていうのもあるけどさ、うん あと業務スーパーだとね買えない人も出てくるわけじゃんね業務スーパーが家の近くにないっていうことになればさあと業務スーパーでもね売ってるお店と売ってないお店あったもんでか近くのお店が売ってなかったらねあかんしさあかんしっていうかまあ行ったら置いてくれるかもしれないけどさまあそれもなーって感じだし m アマゾンのやつで実験するのは悪くないあまあアマゾンじゃなくてもいいけどさ ネットで買えるやつでね実験するのがまあいいいいっちゃいいよねってところですまあその辺が分かったっていうのが今週の気づきかなで来週はまあ同じようにやっていこうかな来週一応業務スーパーのやつを先に勝たしちゃおっかなとか考えてるとこですけど、ね、仕事にはこの まあ、ウイグルの夏目ですね。ウイグルさんの夏目を仕事に持っていこうかなと思っています。うん、で、家にいる時は業務スーパーの夏目ですね。を食べるみたいな。うん、そういうふうにやっていこうかな。土日とかも業務スーパーのやつで。うん、とりあえずあれを片しちゃうっていうね。まずね、全部使って。 でなくそうかなまあ途中でちょっと胸の痛みがやっぱ出てくるようだったらまあ最悪使うのやめてもいいけどな値段的にそこまでのもんでもないしむしろ体の方が心配だっていうねまあそのぐらいあとノリが100枚ちょっとしかないもんでも100うんなんでまあ一回ちょっと買ってこようかなと思ってます補充ですねのり でまあ、2,000円以上のやつは試したけどうんなんかねなんとなくね2,000円以上ののりよりも一番安いのり硬いのりですね硬いのりの方がなんか若返りするような気がした、うん、今んとこなんとなくだけどねなんか高いのりの方がね若返りしにくい感じがしたうんちょっと実験やってみてさ まあまだちょっとねそんなに長い日数ね比較できてないんで何とも言えないんだけどちょっとねあれこれもしかしたら安いやつの方が分かれるんじゃないみたいなそんな感じがちょっとあったってとこです分かんないよまだ分かんないあとまあのりでもねいろいろあるからさ全部が同じってわけじゃないから栄養素とかも違ってくると思うし うん、生産者漁業組合ね漁連でも違ってくると思うんでその時々の使ってるのりの品質とかね栄養面とかで変わってくると思うから,だから産地でも違うと思うしそのね漁連の組合の方の生産者でも違ってくると思うなんだけど、うん、まあ高いのりはねやっぱちょっとね柔らかいんだよねのりがサクサクっとしてるっていうか。 噛み切りやすいっていうかと口の中でねなくなりやすい溶けやすいっていうのかななんかフェルトのような感じのノりっていうのかな <laughs> ニュアンスわかるかな <laughs> フェルトフェルトっていうあるよね布布,布,布って言っていいのかあれ、うん、あの椅子とかのさ椅子とかの一番底の足のところ足の下にさ、うん、傷とかつかないように床に傷がつかないようにする 時にねなんかフェルトを接着するよね、うん、椅子の下にさ、うん、椅子の足の裏ってうのかな、うん、フェルトを接着するよねあのフェルト、うん、なんかねあんな感じなんだよあれがちょっと噛み切りやすくなったっていうのかな <laughs> まあ説明難しいんだけどさ、うん そういうのりなんだけど見た目にねすごくいいんだよちょっとなんかよさ,よさげなのりっていうかな、うん、見た目にねよさげなのりなんだけどまあ個人的には硬いのりの方が好きなんでそのやっぱね安いのりになるんだよね硬いのりっていうとか、うん、いのりの方がねなんかやっぱうーんいいな うんなんでねちょっと高いのりはもう今後買うのやめてで安いのりですね1300円から1500円ぐらいののりですねまあその辺でやろうかなと思ってますまあ品質っていうかね割とねもうごっそり破れてたりとか枚数が足らなかったりとかねなんか適当な作り方してるけどな安いのりってね、うん、あの魚連、うん 魚霊のまあその担当の人がねまだ慣れてないのかもしれないけど2000以上のやつはねなんかすごい綺麗なんだよ <laughs> 綺麗なんだけどね安いのりはすんごいいい加減なんだよね作り方がなんか、うん、なんだけどもしかしたら安いのりの方が若返るかもしれないもんで、うん、個人的に味も、ね、好きだしんでちょっとね まあ土曜日、今ね、これから海苔の買い出し行くんだけど、安い海苔を買ってこようと思っています。で、今後もしかしたら安い海苔でやるかな。まだ2400円のノリが100枚残ってるもんで、それは使っちゃう予定だけど、一応まあ安い海苔に今後シフトしていく予定です。あと、美容院にちょっと夜行ってくる予定ですね。 美容院でカットするような髪の毛じゃないんだけど、うん、安いところはもう絶対行かないんで私、うん、で床屋さんも行かないんで行くんならもう美容院一択かなまあちょっと値段かかるけどね45,000かかるけどさ、まあ、美容院でちょっと整えてもらおうかなって思っています あとはトレーニングジムですね。トレーニングジムを一回ちょっと見ていきたいなと思ってるとこですけどね。見学とか、ね。あと編集か。編集ですね。まあ土曜日には編集終わらないと思うんで、まあ日曜日にできたらいいなぐらいですね。日曜日もちょっと用事があって少し出たりするんで、どのぐらいできるかわかんないですけどね、うん。まあできなかったら月曜日以降の平日にもちょこちょこね。 ちょこちょこやって、まあ出来上がったところでアップするっていう形になると思います。そんだけかな。うん、顔の状態は、今週そんなになんか、うん、肌のね、具合はね、やっぱ良くなってんだよ。うん、肌の具合は豆乳の影響が大きいんじゃないかなとか思ってんだけど、うん、肌の感じ、なんかちょっとしっとりした感じになるっていうのかな。 しっとりしてて、で、なんか、あの、滑らかな感じっていうのかな。になるんだわ。実際にね。やってみてほしいですね。やってみたらね、あの、わかると思う。しっとりしてくるんだよね。滑らかになってくる。で、なんかこの辺の目の下なんかもね、なんかブヨブヨでね、シワも多かったんだけど、それが消えてきて、ブヨブヨ感もなくなってきてるから。若い時の顔の状態に戻ってきてるんだよね。 まだほうれい線がここ残ってんだけどこれもねあのほうれい線もなんかどん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 ,なんか薄くなってくっていうかな溝が浅くなっていってるからうんなのでね若返ってはいると思うんだよただそのスピードがね非常に緩やかっていうのかなもうちょっとずつちょっとずつって感じなんねだいなのでやっぱ1年ぐらいかかるんじゃないかなこのペースでいったら若返るあのはっきりとね はっきりと「お若返ったじゃん」みたいになるところまで行くのに1年ぐらいかかるんじゃないかなと思ってまあでもその方がいいよねいきなり急にボンとな若くなったらさ「まあ整形外科行ったんじゃね美容整形行ったんじゃねって <laughs> 話になるじゃん <laughs> ねでも緩やかに本当に微妙に微妙に若返ってたらさ「これ本物だ」言え間違いないじゃん、ね、言えるよね 言えるよっていうか、まあ、それしかないじゃんなそれ以外ないじゃんな <laughs> 美容整形でそんなことできないでしょう、ね、あそんな感じですまあ1年ね見ようかなってとこです髪の毛はね1週間ぐらいだとそう変わんないね、うん、一応まあ取っとく、うん、こんな感じ、うん、こんなとこですね 1>, 1週間だと変わんないんでまあ1ヶ月単位で撮影してもいいかもしれないけどまあでもなとりあえず1週間ごとにやろうかな忘れてなかったらねまあカットするからビューイ行くんでねまたちょっと変わるけどさ雰囲気とかまあちょっとっていうかまあ本当にちょっとだと思うけどさそんな感じです そしたら、実験生活で1434日目から1440日目までですね。日にちで3月19日から25日目まで。生活実験は36日目から42日目までですね。が完了です。それではまた明日、あまた来週。